こちら海の見える放送局、金曜午後は原田のブロー伸び伸び金曜日。はい、皆さんこんにちは、原田のブローです。こんにちは、沢友香です。10月23日金曜日、伸び伸び金曜日、伸び金でございます。はい、さあちゃんは元気ですか？はい、元気にしております。気候が良くて気持ちよくて。あ、そうやね。うん、なんかいい天気が続いてますよね。そうなんです。お洗濯がはかどってはかどって、洗濯物もね、気持ちいいね。本当にもう洗濯物になってみたいぐらい風にね、たなびいてね、ちょっとね、ふわふわと揺れてね、気持ちいいだろうね、あれ。例えば自分が T シャツになったとするやん。はい。そしたらこう気持ちいいのもふわーって。あ、なんか風がふわーって吹いてきて、体がふわーって揺れていくんだけども、そこからは離れられへんよね。なあ、それは嫌やな。それちょっと嫌やな。なんかちょっと飛んでいきたい気分なんですね。飛んどかな。それは飛んでいきたいよな。はい。いい気候でございますね。もうこんなのがずっと続いてくれたらいいんだけどね。そうですね。もうちょっとしたらね、寒くなってきてね。なんか日曜日ぐらいから寒くなるみたいよ。そうそうそう、誰がそんなこと言ってん、誰が天気予報の人マジで、まあ、ちょっと暑い日が逆に続いてたでしょ、なんか夏日とか。それがそう、ね、まあ、普通に戻るんやと思うんですけど、うんうん、急にこう秋めいてくるというか。秋めくっていうことは寒く感じるということや。そういうことです。いやですね。え、日月ぐらい、日ぐらいから言って、うわうわうわ、日は絶対上着がいります言うてはりました。ほんま、あ、ロケですね。勝浦の方に行くとか言ってね。あら、だいぶ遠いですね。和歌山の方もね。でも和歌山ってちょっと暖かいイメージですけど。そんな言うても、そんなちょっとしか南変わらへんで。せやけど、なんかなんとなくガム島に行くとかというのとまた違うから、南言うても。そうですね。はい、そうですか。はい、ということでね、もうこのままいてほしいなと思ってるんですけども、皆さんはいかがお過ごしでございましょうか。昨日なんかね、はい、段ボールが届きましてね、これで丹波篠山から、あら、ほんで、あ、そうやと思って、毎年送ってきてくれはるんですよ。はいはい、黒豆の枝豆ね、美味しいね。それに栗が入ってて、あら、まあ、栗もで、山芋も入ってて、すごい秋の味覚スペシャルやん。で、柿も 2,3 個入ってて、なぜうち2人しかいませんから。まあまあ、そうですね。ねえ、おいで、なんと僕の大好きな、はい、サバ寿司。あら、来ましたか。はい、お寿司屋さんなんですよね。沢藤さんね。沢藤さん、ね。あ、沢藤さんね。沢藤さん。よく覚えてた。そうそうそう。私も行ったことあるんですよ、あそこのお店。あ、そうなん。そうなんです。丹波篠山のね、お城のとこのちょっと脇のとこですよね。うん、お堀のね、すぐ近くのとこですけどもね、押し寿司とかね、サバ寿司とかね、はい、美味しいよね。本当にもう本当にありがとうございました。今日電話しよう思ったんですけどね、はい、するの忘れてまして、終わってからね、番組ね、もしラジオ聞いてはるようでしたら本当にありがとうございますありがとうございます。ラジオを通してお礼を言 う、 ね、うん、そう、だからね、毎年そうやってなんか送ってきてくれはる方ってやはるんですけどもね、まあ、桃とかのね、桃の季節は桃とかね、桃の季節ってちょっと初夏ぐらいになるんですか、夏ですか。そうやね、夏ちょっと入りかけぐらいの時とか、ね、入りかけぐらいの時ね、早い品種と、ちょっと送ってっていうんですか、はいはい、後のおやつとかあるじゃないですか、品種によってね、そんなんも送ってきてくれはるとね、ああ、もうこれから桃のシーズンや、これから暑なんやなとかね、思いますね。うわ、もう秋ももう終わりやなとかね、枝豆とか ね、 そ う、 ね、そういうの送ってきてくれはったらね、もう柿がもう赤くなってますしね、そうですね、美味しいよね、柿もね。柿は本当に美味しいですね。
にね。はい、ということで秋をね、はい、堪能したいと思います。そうですね。さあ、それではですね、今日も皆さんから、メッセージを、募集いたしておりますので、いただいた方の中から本当にすごい豪華なプレゼントがございますよ。はい、文明堂のカステラ詰め合わせをプレゼントしております、はい、文明堂大賞です、うん、カステラと三笠山、それから期間限定のリンゴ三笠山、うん、これはですね、白あんにリンゴの砂糖漬けが入っているという期間限定のものです。それから抹茶カステラ巻き、うんうん、もう一つ期間限定の小豆カステラ、うん、こちらを全部セットにして毎週お二人の方にプレゼントしています。メールファックス送ってきてください。メールの方はnobi@jocr.jpnobi@jocr.jp。 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005 です。それからですね、はい、今日も3時台の終わり頃にのびのびのびりのナンバークイズがあります。数字のクイズです。のぶりんが勝つのか、さわちゃんが勝つのかを予想してください。こちらは応援してくださった方の中から番組特製のクオカードをプレゼントしています。はい、皆さんからのね、お便りメッセージお待ちしております。はい、そうそう、それからリスナーズウィークがスタートしております、うん、すごく素敵なプレゼント大放出の7日間ということで、うん、明日24日土曜日の期間ご応募いただいた方の中から抽選で素敵なプレゼントをご用意しております。すごいですよこれ。今回は海外旅行も、ベトナム？そうなんです、うん、DNA トラベルから抽選で2名様に当たるベトナム航空直行便で行くホーチミンの旅4日間ペア1組2名様。うわ、いいなぁ。ベトナムもいいですよね。いいですよね。DNA トラベルは格安航空券や海外ツアー、国内外のホテルを中心に幅広い旅行商品を取り扱うオンライン総合旅行サービスを行っていらっしゃいまして、まあ、24時間利用可能なリアルタイム検索のほか、取り扱いは1500以上の都市と、2万以上のコースのほか、ホテルも国内外およそ8000都市、およそ60万件と豊富なラインナップをお持ちなんですね。きっとぴったりの旅行が見つかるということなんですけれども、そんな中から、はい、ホーチミンの旅です、ね、ベトナム僕も行きましたけども、私も行った。いいですね。なんかあのフランスの影響も受けてるからか、うん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 、街がおしゃれなんですよね。そうなんですよ。あのホテルなんかでもね、あの古いホテルはなんか、うん、ヨーロッパに来たような感じの街並みになってたりね。で、食事がまた美味しいね。これなぁ、日本人の口に合うよね。そうで、優しい味ですもんね。フォーとかね、うん、フォーを食べました。フォーね、美味しいね。あの向こうのね、まあなんやろね、うん、あのベトナムのおうどんというか、まあ麺類ですよね。そうですね。お出汁がさっぱりとしてて、ね、お出汁がなんか鶏出汁みたいな感じでね、うん、そう美味しい、食べたい。フォーガーとかフォーボーとかって言ってね。ガーが鶏やったっけ。ガーが鶏やなかったかな、ね。うん、フォーボーは、ボーが野菜。いやいや、牛でしょ。あ、牛か。牛でしょ。牛や、牛や。そうやすや。いやー、思い出すわ。いいですね。屋台で食べました。あー、いいですね。あー、はい、ホーチミンの旅もね、ぜひ当ててください。はい、他にも、うん、カニと温泉旅行コースというのもあります。はい、こちら、城崎温泉、朝霧荘から、豪華、カニ懐石前宿泊券、ペア一組2名様、うん。それから温泉コースは、神戸ハーバーランド温泉、のぶろうさんも大好きな万葉クラブから、うん、入館券、ペア5組、10名様。はい。はい。それから、お肉コース、加古川の大福製肉店から、すき焼き用牛肉、1キロも3人の方。それからお買い物券コースとして、うん、全国百貨店共通商品券。うわ、これ嬉しいね。何でも買える、ね、何でも買える。3人の方好きなん買うて。それからお菓子コースもありますよ、うん、ウグイスボールでおなじみの上垣米菓からおかきにて早漏の詰め合わせセットを10人の方にプレゼントいたします。はい。で、このプレゼントの応募方法なんですが、うん、ラジオ関西のホームページの中にあるリスナーズウィークのページにある応募フォームに書いていただい
て、うん、希望のコースを選んで応募していただくか、はあ、ファックスはがきでも OK です。ファックスはがきでもいいのね。いけます、はい、ファックスはいつもの番号です。 078-361-0005 078-361-0005。 おはがきの方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西リスナーズウィークの係までご応募ください。その際にはあなたの郵便番号、住所、氏名、ラジオネーム、それから年齢、性別、電話番号、希望商品、それからお聞きの番組名、ね、うん、のびのび金曜日と書いて送ってください。締め切りが10月31日土曜日、はがきの場合は10月31日土曜日の消印有効です。今月いっぱいですね。そうです、はい、皆さんのご応募お待ちしてます。はい、待っております。さあ、それではここでですね、一曲聴いていただこうと思いますが、はい、あのねのねの曲でございますけれども、私のあのライブの方もですね、チケットおかげさまで完売いたしました。おめでとうございます。ありがとうございました。満員御礼いうやつやね。そういうことですね。すごい、ありがとうございました。この番組でもね、沢ちゃんが一生懸命告知してくれはってねいえいえいえ、たくさんのね、この番組を聞いてる方からもチケットを買っていただきましたので。そうですね、はい、ありがとうございました。さあ、それではですね、この曲をコンサートでやるかどうか分かりませんが、分からへんの、分かりませんがある部分は必ずやると思いますので、はい、これレコードがあるんですけどね。レコードですか、いや見てください、これ2人ともあのエレキギターを持っておりますよ、清水さんと僕が。ほんまや、エレキも弾きはったんですか、ね、それはもうギターは一緒ですからね、6弦ですからね。そうなんですか、はい、へえ。だからもうそのギターテクニックも聞いていただこうと思いますね。そんなテクニックが、いや大したテクニックじゃないんですけどね、あのねのねの I'm Cat Star。星になるそうさ、愛と夢のアイキャスター。いつも一人で涙ぐむ人よ、夜空見上げてごらん、もし星一つ流れ、ガガガ猫ニャンニャンニャン犬ワンワンワン、そうよ私はピーマンよ。 I'm Cat Star 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 I'm Cat Star。 涙を飛行機雲にして、空に残してゆけメッセージ。いつかお前の愛する人もきっと分かってくれる、でも今はその時じゃない、猫ニャンニャンニャン犬ワンワンワン、なんのこったガタゴッタ。 I'm Cat Star 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 I'm Cat Star。
お尻ペンペンボールペン猫ニャンニャンニャン犬ワンワンワン黙れ団子のくらい抜け いい曲かなと思ったら途中で猫ニャンニャンニャンが入ってくるという、ね、いやイントロはもうすごいわーすごいでしょポップな曲やんみたいなポップでしょ、もうなんかもうジャニーズ事務所でも歌えるようないやほんとなんか踊り付きで歌ってるような感じのでしょ、黙れ団子のくらい抜けどういうこと意味がない意味なかったんですね言葉ですねなんかあのね、うん、アッカンベーダーインベーダーとかって時代をなんかこうねアッカンベーダーインベーダー、はい、インベーダーゲームで流行ってた頃ですよこれね1979年の曲なんですごい時代映し出してるね時代がわかるね本当にねはいということでございましてアイムキャッツターっていうのを聞いてもらいましたのびのび1週間信郎さんどんな1週間でしたかはいねあすごい方に会いましたよすごい方もうレジェンドってレジェンド江夏豊さんあら阪神のはいサウスポーうんすごい方なんですよあの人知ってますか知ってますよねいろんなまあ記録を残されてるんですけどその中でももうみんながもう語り草になっているというのが、オールスター、うん、オールスター戦にまあもちろん選ばれました、はい、ピッチャーで投げますねでピッチャーっていうのは9回までありますからね、3回までしか投げられへんのよあそうなのねオールスターはそう、うんうんうん、他のピッチャーも選ばれてるからそうかそうかその人が調子いいからって言ってずっと1回からね例えば6回までとかそんなのできないんですよ普通の試合とやっぱオールスターは違うから、ね、違うわけでいろんな人を見たいからそうかそうか、ね、ファン投票ですからそうやね、ね、うん、で夏豊さんが 1回からずっと投げ張って、はい、3回までで、何三振したと思いますからそれすごいってことはやっぱり9三振そうすごい三振三振三振これで3アウトでしょ、はい、これ1回終わったでしょ、うん、次2回目三振三振三振次3回目三振三振三振この最後のね 8個まで取った時に、キャッチャーフライが上がってんて、はい、ね、はい、2アウト で、うん、それはキャッチャーフライでキャッチャーが田淵さんや、はいその時田淵さん田淵さんがキャッチャーで江夏さんがピッチャーですごいなほいで江夏さんが取るなって言ったそやね、うん、取ってしまったらそれでアウトってことになるもんね、うん、取るなって言ったって僕ら聞いてたんですよ、はい、であやっぱり三振で、ね、9三振連続9三振っていうのは欲しかったんやなって思ったんですけどまあちゃんと本当にその後も三振を取って3回連続9人の打者を、はい、全部三振でっていう、すごいな、すごい選手ですけども、で取るなって言ったら本当ですかって言ったら、いや取るなとは言ってないと、取るなとは言ってない、うん、届かんからな取らんでいいっていう間に合わんから取らんでいいっていうのを言ったって言葉が違ったって言葉が違う言ってんねや、でもでもね、早いことなんかスタンドに入ったらしいですよ。ああそうなんですか、うん、取れるのをわざわざ落としたりとかね、うん、そうじゃない、そんなんじゃない、でもそこがちょっと一人歩きしてたんですね。でなんとね、はい、それフォークソングの青春フォークソングトークショーっていうそのイベントだったんですよ。え、江夏さんが、江夏さんがいらっしゃったのが、そう、うん、おいで他にビリーバンバン の、はい、弟さん、うん、お兄さんがちょっとね車椅子乗ってはるというね、うん、ちょっと今、はい、病気を治療中なんですけど、もう元気にだんだん元気になってきてはるみたいですけどね、はいはい、で弟さんの菅原進さんという方が、ビリーバンバンのね、うん、君は覚えているかしら、うん、白いブランコ、うん、
ブランコってあれ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 ねあれねあれあれ、はいはいはいね、あれを歌ってね、いや思い出しますね。僕らもやっぱ先輩ですからね。そうですね、ちょっと上なんかな。この仕事してる時じゃないから、ないからね、もうそんな曲をずっと聞いて、そうですよ ね、 ねんすん、そんな方とご一緒するってすごいですよね。あとはあのシモンズの田中由美ちゃんね、はい、来てくれはって、そうですか。江夏豊さん、あれなんで江夏さんなんでなんでって思うじゃないですか。思います。歌歌ってはった、歌あレコードは出してあるんですよ。そうなんですか、はい、へえ。でも実は聞いたら江夏さんがもうフォークソングが大好きなんて。そうなんですか、はい、へえ。ほんであの自分の登場曲に逸話真由美さんの定めって運命って書くね、それを使ったりとかしてて、フォークソング大好きピッチャーだったんやって。そうですか、それでゲストっていう形で、うんうん、そうでね、あの皆さんと一緒にね、あのその当時の曲をね、あの書けるんですよ。あの素晴らしい愛をもう一度とかね、三崎巡りとかね、あのイルカのね、名残雪とかね、アイナンをレコードかけて、はい、客席の皆さんと一緒に歌うんです。で僕らも歌うんです一緒に。そうなんですか。そしたら江夏さんが僕の横にあったんですけど、歌ったはんね一生懸命名残雪も降る時小さい声で江夏さん名残雪歌ってるとかと思ってすごい感動しました。そうですか。かじゃあお客様も入ってホールみたいなところで、そう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 、海老名っていうところでね、あの、神奈川県の、はい、あの横浜、新横浜の方からね行くんですけども、車で、もう本当に皆さんもね一緒に歌を歌ってね、懐かしい曲もミニライブもありのね、由美ちゃんがあのシモンズ歌ってね、はい、恋人もいないのにって感じね、歌ってね。そうですか、僕もあの4曲ぐらい歌いましたですね。4曲を、あの散歩の歌歯医者さんの歌た上でですね、あの、それから赤とんぼの歌をね、赤とんぼね、赤とんぼの歌ね、はい、レコードをかけながら皆さんも一緒に 歌ってくださいって言って、こんな大きなスクリーンにね歌詞が出るんですよ。いいですねそれはね。映像は僕が歌ってる映像なんですけど、客席から見たら大きなスクリーンの下に赤とんぼ羽を取ったら油虫とかねあのねのねあのねのねをアンネに変えたらアンネがねって言って、それがあれな、字で見るとなんか恥ずかしいよねアンネがなければできちゃったっていうやつね、あれを一緒にね皆さん大きな声でね歌ってくれはりましたわ。あれレコードって、昔のレコードってものすごく遅く感じるね、テンポが。あ、そうですか。あんな遅い曲やったかなと思うぐらい、赤とんぼ、あ、新規臭い新規臭かった、新規臭いテンポやな。やっぱりね今のこの時代に合ってないね、テンポが。あ、そうですか。昔の曲は遅い感じるわ、こんな新曲さへえ。そう、そんな感じたことない、昔の曲聞いたら。なんかでもレコードで聞いてると、うん、なんとなくこっち聞いてる方がのんびりしてるから、うん、ああ、なんかあんまりその違和感感じてなかったですけど、もう今ねあんだけゆっくりしたテンポってないと思うわ。へえ。三崎巡りなんかもっと早いと思ったけども、三崎巡りのバスが、新規臭いバスやなこれ。早走れみたいな。早走れもう。シュッと回れシュッと。だんじりみたいにシュッと行けみたいな。シュッと回られ。ゆっくり巡ってるから。そう。そうなんよね。ああ、そうでしたか。やっぱりね、僕らね、このスピードにね、ちょっと速くなってる。ああ、今ね、うん。なんかそれがこう、イライラしてるのかもわからんよ。ああ、そっか。うん、だからもうその古い曲とか聞いたときに、うわー、だるーとかって思うの、これね、やっぱり。良くないと思うわ。逆にね、あのテンポが良かったんやもん。いや、そうですよ、なんかリラックスできるテンポやったんですよ、うん、だって新幹線とかね、はい、あの小玉とか、まあ言ったら夢の超特急って言ったら
こだまじゃないですか。昔はね。今こだまってね、なんか遅そう感じるよね。乗るとほとんど乗ることなくなりましたけれども、うん、で望みができてきて、光があって、望みでしょ、望み乗った時も僕酔いそうになったもん。早すぎて景色がバー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 って変わるから、あ、なんかもう景色見てられへんって感じ。今も見てられるもんね。慣れてきたね。慣れて怖いな。怖い、確かに慣れは怖いですね。これはね、いいのか悪いのかね。そやね。よかった。今昔のやっぱりのんびりしたあの感じっていうのがやっぱり良かったな。そうね、うん、でまたああいうね、のんびりした感じのテンポで、うん、あのレコードをかかりますからね、はい、一緒に歌えるんですよ、うん、あ、そやね。早い曲はね、うん、最近の曲は、うん、みんなで歌おうとかっていう感じちゃうもんね。でもみんなで、あ、そうやな、みんなで歌う曲ってないかな。ないよないよ。今の曲とかね、うん、みんなで踊ったりはするかもしれへんけど、歌ってっていう感じじゃないかな、ね、皆さんもね、本当にあの喜んでいただいてね。そうですか。これまたあの全国展開しようということ、全国展開しようということで、あ、そうですか。あの関西の方にもやる予定ですので、その時またお知らせしますので、またぜひ皆さんもね参加してくださいね。はい、ということでございまして、1週間のびのび1週間でした。原田信郎のびのび金曜日。はい、皆さんからも早速ね、ファックスメールいただいております。これは大阪平野区のラジオネームハッスルさん。はい、ね、2,3 日前から鼻がムズムズしています。うん、どうやら秋花粉になったみたいです。え、何、秋花粉。秋花粉ってあるの？まあね、だいたい春はね、え、あの杉花粉っていうので ね、うん、ね、ですけども、秋も花粉があるんですね。あるの。うん、でこの方もね、マスクとティッシュが手放せませんっていう。あら、まあ、いやいや、そう言うたら、あのティッシュでね、噛んだはる人とか、うん、あの電車の中とかよぎありますよ。確かに昨日ね、うん、会った友達は PM2.5 にやられてんねん言って、あ、鼻ムズムズさしてましたわ。あ、だからアレルギーやね。そうやね、花粉アレルギーとか、その大気汚染というかね、うん、この空気がその PM2.5 とかで、汚れてますので、それに対するアレルギーということで、そうなっていくのはね。で今度鼻が詰まってくるじゃないですか。鼻が詰まってくると、夜寝てると鼻呼吸できひんから喉でしてしまうねんな。あ、ほんで喉があの乾燥してくるから、はいはい、喉で息してるとね、喉がこうしんどくなってくる。あ、で今度咳が出るようになってきて、うん、なんかもう鼻ムズムズして、鼻かんで咳がコンコン出るし、風邪かなと思ったら実はアレルギーやったりとかする。そうですか。でもそれしんどいですね。うん、多いみたいですよ。あら、まあ、うん、なんか今あの豚草の花粉とかね。豚草、うん、あと何ですか、ヒノキ科とか稲とかのも。あ、そっか、稲ね。稲の花粉とかもあるらしいよ。へえ、ね、大変ですね。大変です ね、 ね、 本当にね、うん、大事になさってください ね、 ね、それから大和郡山市のおさむさんです、ね、はい、53歳の方ですけどもね。ノブリン今日テレビで、あの粒あん派と言ってましたけどもそう、私はこしあん派なんです。あら、まあ、そうですか。やっぱり分かれますよね。あんパンも粒あんとこしあんがありますしね、コーヒーと一緒に食べるパターンが、ベストな私ですという、ね、あ、コーヒーとあんこ ね、 あんこね、名古屋風やね。ああ、そうかそうか、ね、名古屋の方ってね、なんかそういう風に、あ、朝ね、あのトーストの上にね、粒あんやな、モーニングね、モーニング、粒あんのトースト、粒あんトースト、そうそう、あれとコーヒーとで食べはるよ ね、 ね、あれちょっと信じられんなって言ったけども、そういうお店が大阪にも出てきて最近 ね、 ね、そういうとこもね、うん、でそれで食べたら美味しいねんね。美味しいの美味しいんや、やっぱ美味しいんや。朝からでも粒あんと粒あんトーストで食べられるよ。
うまいよ。そう、まあ、ジャム塗るような感じですもんね、そう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 、言うたら。そうそうそう。でも、その和風と、うん、あれは何、バターもついてるの？バターもついてるの。バターつけて、うん、その上に、あの、ね、こう、粒あん。粒あんをね、割ってこう。敷き詰めるんです。私見たやつ、そこになんか生クリーム乗ってるのなんか写真で見たことあって、はいはいはい、はい、朝からこれって思ってんけどいけますの？いけるよ、いける。そうですか。いけるいける。これ食べられるな、朝からでもって思って。へえ、まあ、すぐでもエネルギーになりそうですね。そうやね。うん、サオちゃんはどっち派なんですか？何派ですか？粒あん、コシあんって。うーん、どっちかというとコシかな。はあ、それが考えられないよね、本当に。腰の方がなんか滑らかじゃないですか、口当たりが。そうなんですね、うん、だから、あの、上等のって言ったらあれですけど失礼ですけどもね、粒に対して粒に対して上等の、あの、お菓子、和菓子っていうのは腰でしょう。そうそうそう、腰ですよ。だってそういう、ね、そ、手間がいるわけやもん。一手間二手間、あれ腰って、本当に腰していくんですよね。そうですよ。で、豆のね、小豆の、あの皮をね、うん、ええ、わざわざね、ええ、手間かけてね、そうです、なんで取ることがあるのって思うんですよ。美味しいのにね。美味しいのにね。あそこにあれちゃうの、ポリフェノールとかなんかあんのちゃうの？そうなんかな。違う、だいたい皮とその実の間っていうじゃないですか。言いますね。ね、リンゴでも、ブドウとかリンゴとかね。リンゴとかね、果物でもね。そうなんでしょ。お前もったいないね。そうですよ、でもその手がかかってるところに、なんていうのかな、こう美味しさを感じるっていうか。そう、だから、お殿様に献上するとか時とかに、きっと、あの、皮がこの歯に引っかからないように、うん、ああ、せやね、あれでこしたんじゃないですか。そうかもしれないわ。あ、ちょっと待てよ、これ、この案内何やこれ、これ小豆の皮が歯と歯の間に入ったでござるとかって言って、殿申し訳ござらぬとかって言って、ね、怒られて、ね、怒られて、ね、怒られた、怒られた、爪楊枝を持てとかって言って怒られた、ね、怒られた。あ、そうかもね。そっから、あの、腰に越すようになったんじゃないですか。なったかもしれへんね。うん、いや、でもやっぱり手がかかるっていうことは、それだけね、人件費もかかるわけ で、 そうですよ、お金かかってますからね。本当になんで、僕だからもともとお豆さんが好きなんですよね。そうかそうか。だから今でも納豆でも、うん、あの、大きめの粒あん納豆、粒あん粒あん納豆じゃん、粒が大きいやつね。粒が大きいやつで、うんうん、それも、あの、枝豆に使うようなね、黒豆納豆みたいな。そんなあるんですか。あるんですよ。大きいの、大きいの。へえ、ちゃんと、あの、泡っていうか、あの、ネバネバになるよ。ネバネバね、ネバネバしてね。入れてね。今日はもう朝を食べてきましたけどね。そうですか、納豆美味しいね。あの、やっぱり豆が好きなんですね。お豆さんが好きなのか。お豆さんが好きやから、やっぱこしたくないね。そう、小豆なんですよね。はい。っていうことですね。あとは何がありますか。こちらの方は、栗をいただきます。あ、栗ね、はい、これは伊丹市の558大好きさんからいただきましたね。女性の方ですね。信郎さん、秋の味覚をいっぱいいただいていいですね、我が家もいつも栗をいただけるところがあるのですが、うん、皮を剥いていただけたらいいのにねといつも贅沢なことを言っています。栗の皮むきが大変です。大変な、確かに。皮むき専用のハサミ買ってるのですが、うん、それでも大変です。あ、そういうのがあるのね。あるね。ハサミがね。皮むく専用の。ああ。そうですか。いやー、でも、あの渋皮がね、また美味しいとかっていう。渋皮にも美味しいよね。渋皮にね。美味しいね。うん、栗も美味しいね。でも、ね、栗ご飯とかするときはやっぱりほら、ちゃんと剥かんと。剥くねんな。あかんからな。そうですか、そうですか。うちもね、あの、栗をいただきましたので、どうして食べようかなと思って、今から楽しみでございますね。どう奥様は調理されるんでしょうか。そうですね。やっぱ栗ご飯とかかな。あ、そうやね。栗ご飯、美味しいな。美味しいね。はい。ということでございまして、皆さんからのメッセージね、たくさんお寄せくださいね。はい、この後もお寄せください。メールの方は、nobi@jocr.jp、nobi@jocr.jp。ファックスは078-361-0005、078-361-0005
361-0005 です。毎週お二人の方に文明堂大賞として文明堂のカステラ詰め合わせをプレゼントしています。原田信郎のびのび金曜日、キャスターの原田信郎です。アシスタントの澤智香です。のびのび金曜日ではあなたのメッセージをお待ちしています。明るいエッチなお悩みも忘れてはいけませんね。メールアドレスはのび @jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005。 おはがきの方は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西原田信郎のびのび金曜日まで待ってます。ノブリン、スコットののびのびコミュニケーション。このコーナーは言葉で世界を一つに、 ECC がお送りします。はい、今週もスコットに来てもらってます。ハロースコット。ハロー everybody。 今日は違いますね、雰囲気が。今週もスコットさんに音楽や映画、旅行に教育などいろんな場面での英語を教えてもらって、私たちの英語の世界を広げていきたいと思います。はい、今週のテーマは映画です。そしてその映画はこれ、スターウォーズ。いや、懐かしいというかね、よく見ましたね。よく見ましたね。ワクワクしますね、このテーマ。ね、この音楽聞くだけでね、本当にね、思い出しますね、この映画。本当に最高ですね。これはですね、スピルバーグ。ちゃちゃ、ルカス。ジョージ・ルーカス。ジョージ・ルーカスですよ。もうずっとスピルバーグやと思ってた。ジョージ・ルーカスが書いて、うん、で、実の話はじゃあスピルバーグと仲良しだったから、スピルバーグを監督になってもらいたかったんだけど、うん、スピルバーグが忙しくてタイミング的にできへんかったんですよ。言うてくれたら僕行ったのに。今度行く。あと2作品になりますよ。行きましょう。でもだから当時でスピルバーグつながってるってよく言われるんだけどね、うん、でも実はあの監督したことないんですよ、スターウォーズ。あ、そうな、はい、そうなんだ。であと面白い話はジョージ・ルーカスさん自身がこれを書いた時ですね、いろいろ心配性なんでしょう、彼が、うん、すごい心配性やから、あのスピルバーグ以外の結構有名な監督さんにこれをディレクターさんに聞いたんですよ、うん、どう思うかと思う、こんなあかんわ、絶対売れへんわってみんな言ってたんですよ。最後にスピルバーグ忙しいからなかなか会えなかったけど、どう思うか、いや、これとこれちゃんとあるからね、これヒットしますよ、言って。僕、監督できないけど、申し訳ないけど、ヒットしますよ、ってスピルバーグだけ言ったから、そのまま続けて作ったんですよ。じゃあそこで。スピルバーグはもう、分かってたんですよ。でも、スピルバーグの、その意見がもらえなかったら、やめてたかもしれませんよね。やめたかもしれない。そうそう。だから、パイロットと、みたいな、あの、パイロットというのは、何分間だけの試しを救って、いろんな人を聞かすか見せるんですよ。うん、で、赤がんが多かったら、あの、やめとこうかな、みたいなことで。それから、テレビだけに済まそうとか、なんか、あんまり大きい予算かけないで、っていうのは割と多いんですよ。そうよね。そりゃ映画って何億。そうですよね。何十億の世界でしょ。うん、そうそう、うん。何十億ですね。今何百億でも。何百億とか、そりゃね、当たり外れっていうのはでかいもんな。確かに簡単には作れないですね。でも大当たりしましたね、これはね。大ヒットでしたね。大ヒットして。ほんで、もともと9作品があるんだけど、うん、あの、1作目は実は、ストーリー的には4作目からなんですよ。意味わかります？あの、1、2、3、9まであるんだけど、うん、4からスタートしたんですよ。それまでのやつは？あの子供の時だったから、まあ、まだ知ってなかったんですよ。だから大人になったからの話がいいと思ったから、456が123なんですよ。あ、そうなんや。そっか。ストーリー的に。ほんで戻って、アネキンがダース・ベイデーの小さい時だから子供が出て、1は実は4本目でやったんですよ。
最初あのストーリー的にはねエピソード1いうやつね1が4になってあってる、うん、その順番的にはそうかそうかだからみんなちょっとややこしいと思ってるんだけど、うん、でそれを、あとまあ、 あの7つ目は今度 では12月ぐらいかな今年の12月ぐらいでスターウォーズまた出るまたやるの でも今度はあのやっぱりすごいもう売れたしルカスさん自身が自分があまりいいストーリーテラーじゃないと思って監督としてあまり良くないからこれ全部もうディズニーのもんになっちゃったんですよおそうだからスターウォーズの権利全部もうディズニーのもんになっちゃったんですよ売っちゃったんですよディズニーのだから次は実は面白いのはアメリカのゴジラの映画エドワーズ監督さんがあのゴジラ映画を去年撮りましたけど、うん、今現在 あの作ってるスターウォーズの監督になっちゃったんですよあそうなんや、うん、へだから結構、まあ、面白いんじゃないかとみんな期待してるんですよ、はい、12月に見られるかもから多分さ、はい、そう日本でそのぐらい来るんじゃないかなそうです、まあ、でも本当にその中にはね一つのめっちゃみんなよく知ってるあとみんな真似しててダース・ベイダーやっぱりご存知のようにあのカーカーカーのずっとこの音出ながら喋ってたわけですけどでこういうセルフいつも言ってたんですよよく聞いてよMay the force be with you. あ、似てる。似てる。いやー、嬉しい。だいぶ練習しました。練習しましたか。そうそう。これ、のぼろさんの声でやったらどうなるんやろうな。May the force be with you.すごい。すごい。結構いけてるな。すごい。いい。なんか、鳥肌なんだよ。ね、やってみて。May the force be with you. おさみたいな。でもうまいな。お前。お前男なんちゃうか、さらに。ほんまはね。これね、上に被ってんの。被ってんのか。いや、うまかったな、二人といい。だからこれなんて言ってんの？あの、フォースと共にあれっていう意味で、うん、あの、全部の惑星と全部人間、生き物全てのものが一つの力なんですよ。フォースマンっていう力があるんですよ。うん、で、何、一つがに影響が当たる、みんなに影響する、うん、あの、もんなんですね。これも、ルカスさんが、あの、救ったもんなんですけど、でもまあ、昔のアメリカインディアンとかこういう人たちも石にも魂があるとかあの川にも魂がある木でも魂があるという同じような考えなんですよだから何でも全ては何かの魂があるから全部つながってるよという意味なんですよおー深いねんな結構深いんですよあと面白いのはこれ多分知らないと思うんですよ、うん、ダース・ベイダーのベイダーは実はオランダ語でお父さんという意味なんですよあそうベイダーお父さんベイダーはファーザーと同じ意味ですあそうなんだですからダース・ベイダーが今度さあのねルークにバレちゃうんですね、うん、あの俺がお前のお父さんねルーク I'm your father No! って言ったセリフがあったんですけどでダース・ベイダーは実はファーザーという意味で裏にずっとあったんですよあそうなんだいつかバラすよって言ってでその名前ができたんですよへー結構ねそういういろいろあるんですよねあとヨーダね有名なヨーダ、はい、ちっちゃいヨーダさんも、うん、ヨーダは実はアステックかなんかそういう昔々の民族の太陽の神なんですよあの騎士みたいな侍なんですよーヨーダね確かに一番強いあの、うん、ねそういうあの皆さんにライトセーバーを教えてる、うんうんうん、あの師匠なんですね、はい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 、だから彼が一番最初は太陽のもう神太陽の騎士という名前はヨーダなんですよ名前にもそういう意味が隠されてるんですね結構全部じゃないやろうけどそう中に入ってるんですよ結構こういう結構面白いところあるんですよでも May the force be with you 皆さんもう世界の皆さん知ってるから、うん、これぜひあのねまだ言ったら外国人絶対喜びますよもう一回教えてくださいはいMay the force be with you. May the force be with you. 、ね、結構ロボットっぽいですね。いいかもしれないですね。我々は宇宙人だ、はい。今週はこの辺にしておきましょう。はい、アイスコットありがとう。Thank you. See you next week. このコーナーは言葉で世界を一つに ECC がお送りしました。のぶろうのびのび金曜日はい、スコットはいつも元気やねスコットさん本当元気ね
それではですね、皆さんからいただいたね、紹介したいと思いますけど、名古屋市からいただいておりますね。あ、まあ、千種区、はい、千の種と書くところ、駅の近いとこ、駅に近いとこかな、千種区って、ね、そんなこともないんちゃうかな、そんなこともない、ちょっと北側じゃない、北側、千種区、北じゃないのかな、あれ駅のもうちょっとこう上の方、上の方、上の方っていうのか、もうほんまに女の人ってあの 上とか下で言うよね、そう、右とか左とか、右左上下で言うよね、東西南北ってね、あんまり言われへんね、あ、そうだ、うん、あの上っていうのは大体おかしいね、なんで、いや右左は分からない、上っていうのは空やんか、もうせやけど京都なんか上がる下がるっていうで、まあね、上に行くっていうのはね、そういうことなんでしょうけども、50歳の方ですね、はい、ラジコプレミアムで聞いています、ありがとうございます、ね、ラジコプレミアムっていうのは本当にあちこちで聞けますからね、そうなんです、全国どこでも、うん、まあ、パソコンやスマートフォンでラジオが聞ける、うん、ラジコっていうのがあるんですけど、そのラジコプレミアムっていうのがですね、うん、1ヶ月ね300円ちょっとかな、うんうんうん、払ったら全国各地でこののびのび金曜日が聞ける、うん、全国で聞けるんでしょ、全国だから時々ね北海道からメールいただいたりとかしてますもんね、うんうん、そうそうそう、だからね、ちょっと前やったらね、関西にいたんですけど、今度主人のね、うん、仕事の都合でもう聞けなくなるんですよ、で遠いとこ行ってしまいますのでとかって言ってはったけども、そこからでも聞けるということだよね、そういうことです、ね、引き続き聞けるという、そう、引き続き聞けるよ、ね、でこうやって新しく聞いてもらってる方もやはるわけです、そうですよ、ね、ねえ、ありがたいことやね、嬉しい嬉しい、うん、ラジオネーム金太ママ子さんからいただきました名古屋のある方の影響を受けてらっしゃるんじゃないですかそうやね、金太の大冒険、大冒険の方 ね、はい、芸術の秋、古典やコンサートへの準備とか稽古にお忙しい中、信郎さんに一つ質問がありますと、アーティストの原田画伯は、画伯ってアーティストで画伯やからね、私は絵は描きませんので画伯じゃないと思いますけども、なんて言うんですか、書を描く方は、え、書を描く方なんて言うのかな、書伯、書伯違うか書伯かもからね、作品とかそういうね、歌とかやったら楽曲ね、あ、そうですね、を作られる時に、うん、ひらめきとかビビッとかっていうものが突然あるんでしょうか。ああ、そういうの聞くよね、うん、よく降りてきたとか、降りてきたんで、この方もね、どんな時に降りてこられるんでしょうか、うん、降りてこられた、それとも作るためにトイレかどっかに入って気張ったりしてうーんとこもられて出てくるんでしょうかよくホテルにこもるとかはね聞きますけどね、はあ、はあ、ねえ、いや本当にもう期間がね、うん、いつまでに作らなあかんとかっていう時とかはこもる時とかってありましたよね、そうですか、それは曲ですか、曲の時ね、それとかもうスタジオに、うん、もう椅子とか座ってられんと、もう下にね、清水さんがもう座ろう、下に座ろうとかって言って、ええ、もうな今日中にもうとにかくこのスタジオで録音しとかんともう間に合わへんにゃとかっていう時があるんですよ、はい、曲がまだないのに、ないのに、うん、詩はできてる、はいはいはい、で原田はよこれで作れ、早作れ、早作れ、早作れって言って曲を、曲をメロディーってことですね、メロディーですよ、信夫さんは基本的にメロディー、メロディーが僕はまあ基本ね、僕は作るんですけど、じゃあ大体あれですか、清水さんが詩を書いたやつを信夫さんがもらって、うんうん、そうですそうですそうです、まあメロディーが先とかっていうのもありますけども、例えば猫にゃんにゃんにゃん、犬ワンワンワン、カエルもアヒルもガーガーガーっていうね、これを中に入れるために、その前にこういう詩があると、はあはあ、こんな地球には炭焼きたと猫が言い出せばとかってね、うん、こう書いてあるんですよね、
でそれでやっぱりここに猫をニャンニャンニャンっていうのはだん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 ってだん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 だだだだだだだんだんだんってメロディーを大事にしますね。そうですね。その歌詞を生かすために。うん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 。歌詞先行やからね。そう、歌詞先行や。歯車に手を挟まれたギア。このギアを言いたいわけやから。そうですね。だから歌詞がすごく大事なんですよ。あのねのねの場合は。いや、そらそうです。そうでしょ、パイナップル、パイナップル。パイナップルがいっぱいナップル。ちっちゃいやつは酸っぱいナップル。かわいいあの子のおっぱいナップルとこうなるねだからそのナップルプルプルっていうその同じ繰り返しをどうしたらその面白く聞いてもらえるかということを考えるわけですね。韻を踏んでるとこをね。そう、韻を踏んでる。リズムよくとか。リズムよく。だからそのリズムが大事なんですよ。リズムというかメロディーがあのその歌詞を邪魔したらあかんわけですよ。そうですね、引き立つようにせなあかん、だから大体詞があって曲っていうのは作るんですけど、うん、そうですか、うん、でそれでねスタジオにこもった時なんかは、もうバンってあのこうやって渡されて、うん、でもうこうやってあぐらかいて、あでギター持って、でこうやってなんかだらだらいろんなことをまあこうね、入れていくわけですよ。例えば、このね、どんな時に降りてこられるんでしょうかって、ここにね、こう書いてあるでしょ、はい、こういう歌詞やとするやろ、うん。どんな時に降りてこられるんでしょうかとかっていうのもあるし、うん、どんな時に降りてくるんですかねとか、いうのもあるし、この一つの詩の中で、いっぱいいろんなメロディーがあるわけやんか。そうですよね。その中で、どれが一番ぴったりハマるかとかっていうことをやるわけ。それから、いろんな風にして歌うの。じゃあ、いろんなパターンで、やってみるんですか、うん、やってみるわけ。これがまた楽しいね。あ、楽しいの？楽しいやんか。どんな時に降りてこられるんでしょうかって、10パターンぐらいできる？サワちゃん、できないです。そんなそういうのをこう順番にこうやっていくわけですよ。それ楽しいんだ、うん、だからあのショーもそうですよね。あら、ショーもこの字があると、うん、ね、大丈夫っていう字を書きたいなと思ったら、この大丈夫をどう書こうかな。左から大丈夫って左真ん中右ってこうね横に書くのか、うん、それとも縦に書こうか、はあ、書いてみるんです。それを縦に書いてみる、横に書いたり縦に書いたり並べ替えて書いてみようとかって言って、そのうちにこうパパパパってこう そこからあのひらめきというかのが出てくるんですよ。じゃあある程度ちょっとパターンをやってからひらめく、ね、そうです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 。そのいきなりポワーンって降りてきませんよ。いきなり降りてこない、降りてこないということが分かりました。続いてラジオ関西天気情報です。はい、近畿各地高気圧に覆われていまして、午前中霧だとかが出たところもあったんですが、この時間はもう概ね晴れています。日差しが多く降り注いでいます。今日はお出かけ日和、あるいは洗濯日和になっています。はい、天気が大きく崩れること今日はありません、はい、空気が乾いておりまして、火の元、火の取り扱いにお気をつけください。で、明日土曜日ですが、午前中は晴れるんですが、気圧の谷が近づいてきますので、午後は徐々に雲が広がって、夜は北部を中心に雨が降るところがありそうです、うん、はい。今日降水確率は 0% なんですけれども、明日の天気見てますと、日中は晴れるんですが、夜になりますと中部南部でも曇り、北部では夜遅くに雨という予報が出ております。久しぶりにちょっと雨という、ね、はい、ここのところ降ってませんでしたからね、うん、はい。今日日中各地だいたい24度前後ぐらいまで上がる予想でして、大阪や京都などでは25度夏日の予想となっています。気温は今日午前中でも20度を超えてますからね。はい、明日は午後からちょっと雨の心配があるかもしれません。以上です。はい、ありがとうございました。林アナウンサーでした。原田信郎のびのび金曜日。すっかり秋になりましたね。どこかお出かけしたいと思いませんか。今、葛西市にあります兵庫県立フラワーセンターでは、
第38回兵庫県連合菊花展覧会が開催中です。兵庫県立フラワーセンターは46ヘクタールにも及ぶ広大な園内の中央に水鳥の遊ぶ亀の暗い池を配し、池を囲むように広がる大小様々な花壇や樹木園では四季折々の花が咲き競い、季節による表情を変えるおよそ4500種類の花と緑が憩いの空間を提供する全国でも有数の花の公園です。中央花壇は立体感があって鑑賞場所によって異なる景色が楽しめるものになり、温室では世界有数のコレクションとして知られる食虫植物やゲスネリアのほか、温室ごとに異なるテーマで展示された植物が年中鑑賞できます。そんな兵庫県立フラワーセンターの中で秋の恒例イベントといえば菊花展です。また10月24日25日には地域の自慢の食を販売する秋のうまいもん市が開催されます。本格的な能舞台を芝生広場に設置して、地域の伝統芸能や日本舞踊を披露する伝統芸能の宴も同時に開催されます。こちらは入園料のみでご覧いただけますが、明日24日のみ予約が必要となっております。詳しくは兵庫県立フラワーセンターへお問い合わせください。そしてダリアやコスモス、バラなども見ごろを迎えます。ぜひ葛西市の兵庫県立フラワーセンターにお越しください。兵庫県連合菊花展覧会開催中の11月22日までの期間中は無休で開園されます。フラワーセンターへは中国縦貫道葛西インターから南へ5分です。兵庫県立フラワーセンターからのお知らせでした。原田信郎のびのび金曜日では皆さんのメッセージをお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西、ファックスの方 078-361-0005、 メールの方はのび @jocr.jp nobi@jocr.jp まで。あなたのおところ、お名前、メッセージを書いてどしどしお寄せください。お待ちしています。さあ今日は本当にいいお天気で、はい、外に出たい感じですけども ね、ラジオカーで外に出てる方がいるんですよ、はい、レポーターの内藤朝香さんです。朝香さん。はい、内藤朝香です。今日ですね、私は浪速区の、港町リバープレイスに来ております。はい、大阪ですね。はい、そうなんです。今日からこの大阪市浪速区でリバーサイド夜市2015というイベントが開催されるということでやってまいりました。はい、もう本当にいいお天気の中今着々と準備が進められているんですが、なんだか楽しいイベントになりそうですよ。それではお願いします。はい、では早速どのようなイベントなのか大阪市浪速区役所の竹内慎一郎さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこの浪速リバーサイド夜市2015、はい、どういったイベントなんでしょうか。そうですね、もう一言で言うと大阪の中心、都心の水辺でグルメと音楽を楽しんでいただけるイベントなんですね。うん、今年で2回目なんですけれども、昨年は2日間で約1万1000人の方がご来場いただいた注目のイベントなんです。すごいですね。でもさらに今年はパワーアップしているということですよね。そうなんですよ。皆さんよくご存知の E.T. キングのリーダー糸金さんが今年の3月に浪速区の観光親善大使になっていただいたんですね。今日この後会場内のステージで糸金さんもヤマメというユニットでですね、歌を披露してくださるんですよ。ステージも盛り上がりそうですが、その他にどういった方がステージには出演されるんですか。はい、同じく E.T. キングのメンバーでブッチさん、それからなにわボーイズ、あとリラナさんで、実はですね地球戦士ゼロスという浪速区のご当地ヒーローもちょっとステージで、
トークなんかもあります。お盛りだくさんですよね、はい、で今着々と準備が進められていますが、飲食ブースもかなりありますよね。そうです、こちらの会場に20の飲食ブースがありまして、やっぱり食の街大阪ということなんで、当然たこ焼き、串カツ、餃子といった人気の大阪グルメですとか、まあ、その他にもですね、台湾ラーメンとか汁なし担々麺とか、ちょっとですねビールに合いそうなメニューなんかもたくさんご用意しております。確かにお酒の進みそうな美味しそうなものも盛りだくさんですけど、竹内さんの何かおすすめはありますか？ちょっと気になってんのが、はい、ぼっかけうどんとか牛すじ焼きそばとか美味しそうかなって思いますけどね。いや本当にね、今一覧を見させていただいてるんですけど、盛りだくさんなんですよね。そうですね。でさらに一つ私気になったんですけど、はい、このリストの中に和歌山県太地町っていうのがあるんですけど、これはどういったことですか？こちら和歌山県太地町とここ大阪の浪速区は友好都市ということで交流しておりまして、まあ、その縁でですねこのなにわリバーサイド夜市にもブースが出てるんですね。で当然太地町といえばクジラの町として有名なので、今日もですねクジラ肉の竜田揚げとか、まあ、そういったメニューもこちらで召し上がっていただけるんですよ。なかなかこの大阪でクジラ肉を食べられる機会ってないですもんね。そうですね、珍しいと思います。ぜひこちらもお召し上がりいただきたいと思うんですが、はい、昨年はその1万1000人という方来場されたということで、どういった方が来られていたんですか？昨年も金曜日と土曜日の2日間だったんですけれども、やっぱり金曜日はお仕事帰りのサラリーマンとか OL さんが目立ってましたね、はい、で土曜日はご家族連れ、特にお子さんを連れた方ですとか、おじいちゃんおばあちゃんも含めた3世代でですとか、まあ、いろんな方にこちらにお越しいただきました。ということはお子さんにも楽しんでいただけるイベントもあるということですかね。はい、夜市なんですけれども、明日24日土曜日は朝11時から夜の9時までということで、午後の2時台にはですね人気のご当地キャラ、太地町のゴン太くんですとか、関西空港のカン君、伊丹空港のソラヤンなんかもこちらリバーサイド夜市に遊びに来てくれて、なんとステージの上でですね子どもさんとダンス対決とか、まあ、そういったこともご用意しております。それは楽しみですね。わ、はい、かりました。では竹内さん、最後になりますがラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。はい、先ほどの天気予報でもありましたけども、大阪も非常にあったかいというかちょっと暑く感じられるぐらいのいいお天気で、今日明日良い気候のもとですねグルメと音楽を気軽に楽しんでいただける、入場無料なんで、このなにわリバーサイド夜市にたくさんの人に来てほしいなと思ってます。はい、大人気のイベントなにわリバーサイド夜市2015、会場は港町リバープレイスです。地下鉄御堂筋線、四ツ橋線、千日前線、難波駅下車すぐのところになります。今日はこの後夕方5時から、そして明日は、11時から、午前11時からの開催となります。はい、皆さんぜひお越しいただきたいと思います。なおですねこの後3時40分頃からは上海の往復航空券のチケットなどが当たります。このなにわリバーサイド2015のブースのご紹介を行いますので、こちらもご期待ください。ということで、こちらからは以上です。はい、リポーターね、内藤朝香さん、ね、楽しそうなリポート、うん、面白そうなイベントやねこれ。本当ですね。また後ほどもう一度リポートしてくださるということですので、はい、お楽しみに。原田信郎のびのび金曜日。のびのびクリニック。お次の方どうぞ。はい、のびのびクリニックの時間です。このコーナーではあなたの明るいエッチなお悩みにお答えします。私はナースの原田信子です。よろしくお願いします。そして悩みに答えてくれる先生をご紹介しましょう。沢智香先生です。こんにちは、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか信子さん、いつも可愛らしいんですけど、はい、今日はなんかまた特に可愛い感じで。今日ですね、彼とデートするんですよ。そうなんですか、はい、だから今からルンルンです。花金ってやつですね。そうです、ね、花金玉で。さあそれでは、はい、お願いします。早速ですね。、はい、でまず最初こちら大阪市、中央区のラジオネームかよちゃんからいただいています。
今付き合っている彼はとってもいい人で、性格も合うかなと思っています。でもちょっとスケベすぎて嫌になってます。どうも私と会うとやることしか考えてないみたいで、食事中も気はそぞろで会話が弾みません。こんな男はやめた方がいいですか？今の段階ならすぐ別れられます。今ならすぐ別れられるっていうか、まだそこまで深入りしてない感じなんですかね。そういうことですよね。どうですか先生、こういう彼は。あ、でもそれはかよちゃんが魅力的すぎるってことですよね、はい、それはあるでしょうね、からあの食事中ももう頭の中は、はい、その彼はエッチをすることしかないわけですよ。もう早くもエッチをしたくてしょうがないんです。若いですよね彼は、まだね。若そうです ね、まあ、20代なんでしょうね。なのかな、そうね、うん、でもあの可愛いですよね。でもね彼はそうです ね本当にはっきり分かりやすくてただまあ男性の中でも私のこと本当に好きなのかなとか愛してくれてるのかなって心配になることってあると思うんですよね、この人は私が好きなんじゃなくて、私を愛してるんじゃなくて、エッチをすることが好きな人なんじゃないかなって。あ、そこかよちゃんちょっと心配してるのかな。そうかもわかりませんね。あ、そっか。私の知り合いの人でもいます。女の人を見たらもうエッチのことしか考えない。あら、だからその子が可愛いとかって言うんじゃなくて、その子とエッチをすることが好きなんです。その子が好きなんじゃなくて、その子とエッチをすることが好きなっていう人がいます。私のすぐ近くに。すぐ近くにいらっしゃいますか、はい、います。イニシャルがSK さんという方です。名字で名前ですね。名字で SK はね。そうです。あ、まあ、そういうもし彼だったら困りますよね。そうですよね、うん、先生はどうした、この男はやめた方がいいですかって書いてありますけど、でもあのかよちゃんが、ね、はい、すごくいい人で、はい、性格も今のとこ合うかなって思ってるっていうことなので、あのこれで本当に性格が悪かったらね。そうですよね、ええ、すごくいい人なんですよね。そう、いい人なんですよ、ええ、で性格も合うかなって。そうです、多分ね彼はね、うん、まだ20歳そこそこで、あのエッチをしだしたのがかよちゃんが初めてかもわからない。具体的になんか考えてらっしゃいますね。あのもうしばらくすると落ち着きますから、はい、やっぱ経験上そうですか。そうですね、もうちょっとすると、はい、食事もゆっくりとって、美味しかったねとかね、うんうん、食事中もゆっくりお話をして、はい、さあどうするとかって言ってね、うん、今日はあのホテル取ってないけどもどうするとか、君がエッチしたかったら僕も付き合うよぐらいのね、それぐらいの、はい、人になってくるんじゃないですか。今はもうとにかくもうしたくてしたくてしたくてたまれないたまれないたまれないっていう、そういう人です。大体どうですか、期間的に言うとそういう期間は、はい、若い男性はどれぐらい、その何ヶ月みたいなことで言うとかかるものですか。何ヶ月、落ち着くまで。落ち着くまでですか、まあ、人にもよりますけれども、まあ、半年ぐらいで落ち着くんじゃないですか。だからもう本当にあの先祖やらしてあげればいいと。先祖やらしてあげたらいいと思いますよ。そうなんですか、はい、まあ、でもね本当いい人なんだったら、そう、あの別れる必要はないかな、ね、と思いますね。はっきりそうか言うかですね、もうあの私のこともっと大切に思ってって言ってね、そうです ね今日はあのなしにしましょうとかね。ああ、ね、なるほど。
そういう日もあっていいと思いますからね。それでもし彼が えってなったら、はい、ちょっと考えましょうか。そうですよ ね私は今日はなしって言われたら、はい、耐えられませんけど信子さんはね、はい、耐えられませんけどね。そうです、もう空気みたいなもんですからエッチが常にある、常にあの水と空気は必要ですから。そうですね、はい、私はあのこうやって言ってますけれども、あの毎日してほしいです。彼にはね、彼にはね。でもこのかよちゃんはちょっと今お話もしたいんですよ。そうですよ、ね、ゆっくりしたいんですよ ねいろんなことを、彼のことを知りたいわけです。そう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 、かよちゃんはあのお仕事もされてるんじゃないですか。あ、お忙しいのかもしれませんね。だから彼とデートがね、うん、あってね、もうちょっとゆっくりお話もしたいし食事もしたいのに、うん、もう食事中も彼はもうエッチのことしか考えてない。お話が前に全然絡まないし進まないしもう早く食べちゃってみたい。早くもう、もう食べるよりももう早くもう感情してエッチをしたいというかいいですね、分かりやすくて、うん、そうです ね、はい、でもこのかよちゃんも今の段階ならすぐ別れられますっていうこのかよちゃんもちょっと面白いですけど、だからまだあの付き合ってね間もないっていうかね。そうでしょうね、きっとね、日にちも浅いと思います、うん、でもまあエッチは 2,3 回はしてますね。そうですかね、してますね、はい、してますはい、ということでね、はい、もう少しあの我慢してみてください。ちょっと様子見で ね様子を見てみましょうね、はい、はい、それでは続いての方いきましょう。神戸市東灘区のラジオネームちゃこさんからです。こんにちは、私の彼はエプロンフェチです。エプロンで台所に立っているとかわいいと言って後ろからギュッってしてきます。そのままエッチしようと言ってくることもあります。それを友達に話したら、彼 AV の見過ぎじゃないと言われてしまいました。それから彼ってちょっと変態なのかなと思ってしまいます。どう思いますか。エプロンが好きなんですね。ちゃこちゃんがエプロンを着てると可愛いなって思って、でエッチをしたくなるというね。可愛いんでしょうね、本当に、ね、可愛いと思います、ね、エプロン姿の女の人って可愛いと思います。そうなんですかね、はい、可愛いです。着物姿もいいですけどエプロン姿はいいです、もっといい。ちょっと待ってください、信子さん、今なんかちょっとおかしい日本語がおかしくなかったですか。何ですか、日本語が。だからあの着物もね、はい、あの着物姿の女性もいいですけども、エプロン着てて、それも服を着ないでエプロンだけ着て台所に立っているっていうのはもっと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 いいです。ちょっと待ってください、あの服を着ないでエプロンだけなんですか。はい、でスリッパは履いてて、スリッパは履いてるんですか。台所に立ってるっていう、それはもう本当にあのよく AV で出てきます。あ、そうなんですね、はい、服は着てないんですか。服着てる人もいますけども、着てない人の方が多いのかな、AV ではそれ着てなかったらね、だってもうそんな感じですけど、はい、もう着てなくてエプロンだけなわけですよね。そうです、だいたいじゃあお尻、胸は見えないと思うんですけど、お尻は見えませんか。お尻もね、腰のあたりがちょうどあの蝶々結びになってますから。蝶々結びになってるんですか。蝶々結びがちょっとだけはお尻を隠すような感じになりますね。あ、その蝶々結びをちょっと後ろからギュッて抱っこして可愛いねとかって言ってね、でちょっとここ蝶々結びをプーってこう引っ張ると、はい、蝶々結びがプルプルプルってこうなってですね、でお尻が丸見えになって、はい、でお尻をちょっとプルン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 ってこう触ると、あ、やめてこんなところで台所よとかって言われるといいじゃないかとあれちょっと待ってください、私はどっちの立場でしたっけ。信子さんでもあれですよね、彼とそういうビデオを一緒に見たりとか。ああそうです、ですよね。そうですそうです。そうですよね。間違ってませんね。ちょっとどっちがどっちになるかわからなくなってきてしまった。
信子さんは実際そのあの、はい、お家でお台所に立たれたりとかされるんですか？エプロンはあの本当に男性は好きですね。あ、そうですか。特に私の年代だったら割烹着が好きです。え、私の年代どの年代ですかそれ。ちょっと今日なんか話をしててもなんかどっちの立場でどうなってるのかだからこんがらがってきました。割烹着はね、割烹着はいいですよね。あのまあ着物の時とか、そうですね、ねえ、あの可愛いですね。可愛いですね、うん、先生はあのエプロンとかは、はい、あのどんなエプロンですか？普通にあれですよ、あの前掛けだけ？前掛けだけじゃないです、胸のとこもあります。それそれそれ、それがいいんですよ。それがいいんですか？それがいいんですよ。だって胸のとこないとここビチャビチャになるじゃないですか。ビチャビチャ、え、ビチャビチャ、はい、ビチャビチャ、はい、何がビチャビチャ？え、洗い物とかするときにね。あ、胸がビチャビチャになる。胸が水が飛ぶので。胸に飛ぶ？飛ぶじゃないですか、ここ洗い物、ね、それは先生の胸が前に飛び出てるからです。そうなんですか？そうですよ。洗い物するときってこうね、この流し場のところにこう体がちょっと出るでしょ。出ますよね。でそこで洗うと時々ちょっと胸にこうね水がついたりしますので。それ先生の胸が飛び出てるから。違います、水が飛んでくるんです。飛んでくるんですか？飛んでくるんです。だからやっぱ前掛けだけだとちょっと心もとないと言いますか、あーそうですよね、でもそのエプロンであの下服を着ない時、エプロンだけの時とか前掛けの時にあのちょっとおっぱいが隠れるじゃないですか。というかエプロンだけの時っていう設定がよくわからないんですけど。先生はじゃあ裸の上からエプロンだけで台所に立ったことはないんですね？ないです。ないんですか？みんなそうやって立ってるんですか？それは1回2回あるんじゃないですか皆さん。そんなことをしたらうちの子供たちがびっくりしますよ。あれ先なんですか？そろそろ、え、今え、あの信子さんからスタッフの皆さんに問いかけがあったんですけど、その答えはまだいただいてませんね。そうですよね。じゃあの皆さんはそこに女性の方が2人いるんですけども、はい、エプロンだけで台所に立ったことはありますか？ではそろそろ、ではそろそろエプロンを着て台所に立ちましょうっていうことですか？え、それ服を着ずにってことですよね。そうですよ、エプロンだけっていうこと。あ、ないんですね意外と。信子さんは結構あります。あります、リクエストに答えますから。リクエストがあるんだ。あります、あります。あの僕が帰ってきたら、はい、あ、もう帰ってきた時に。そうです、そうです。それがいいじゃないですか。ただいまとかって言ってね。じゃあおかえりとかっていう時は、おかえりっていう時に玄関まで出ないんですよ。出ない、よかった。なんか出たら恥ずかしい。台所からおかえりって言うんですよ。おかえりって言うんだ。そうそうそう。え、なんで玄関まで来てくれないのとかって言ってね、で廊下をこう歩いて、はい、あ、なんだ台所にいたのかとかって言ってね。それで、あ、エプロン今日は黄色だねとかね。で着てないの？え、着てないの？着てないでいると、ありがとうって言われます。ありがとうって言われるんですね。先生もそれやってみてくださいよ。リクエストがあればじゃあやります。リクエストなしで一回やるんですよ。そうすると今度からリクエストが来るんですよ。びっくりされます、そんなことしたら。やっぱこれは彼はこのAV の見過ぎで変態なんですか？いや、でも信子さんの今お話を伺っていると、ね、男性はエプロンが好きっていうことですので。そうです、そうです。で、彼女は別に裸にエプロンなわけじゃないので。あ、そうですね。エプロンを、ね、して台所に立ってるわけですから。そうです、そうです。だからあの彼は変態じゃないです。ないです、ね、大丈夫です、安心してください。大丈夫ですよ、はい、男の人ってちょっと変態な方がいいです。変態止まれ。それじゃ あの時間が来ましたので、はい、今日はそうですね、かよちゃんにあげましょうか。そうですね、はい、はい、じゃあかよちゃんに、信子が選んだ魅惑のお風呂セットをプレゼントします。ふわふわのスポンジ、ローズの香りのバスソルトと入浴剤が入っています。来週もこのコーナーにあなたの分かりエッチな悩みをお寄せください。のびのびクリニックのコーナーでした。エッチなエプロン着てね、あなたも。
ブロのびのび金曜日。ハートフルファンドリクエスト。このコーナーは兵庫県遊戯業協同組合がお送りします。心温まる感謝のメッセージとリクエストソングをご紹介しています。あなたもぜひ普段は照れくさくて言えない身近な人へのありがとうの言葉やごめんねのメッセージ、お誕生日やお祝いに送るおめでとうのメッセージなど、このコーナーまでリクエスト曲と一緒にお寄せください。はい、尼崎市のラジオネームなおさんからいただきましたね。のぶりん、さわちゃん、いつも楽しく聞いていますよ。ありがとうございます。この間旦那と些細なことで喧嘩をして口を聞いていなかったのですが、やっと仲直りすることができました。近所に新しくできたケーキ屋さんでフルーツとチョコたっぷりのケーキをホール買いして、うん、一人で食べたらすっきりして謝ることができました。そうしないと謝ることができないんですか？みたいね。ホールだよ、ホールケーキって丸いやつだよ。すごいな。一人で食べたんですよ全部。一人で食べた。旦那さん、怒りんぼの嫁でごめんね。これからも仲良くしてください。ね。はい、それではスマップのリクエスト曲聞きましょう。ライオンハート。原田信郎のびのび金曜日では皆さんのメッセージをお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西。ファックスの方078-361-0005。メールの方はのび @jocr.jp nobi@jocr.jp まで。あなたのおところ、お名前、メッセージを書いてどしどしお寄せください。お待ちしています。のぶりんの食べごろ7ファーム。このコーナーは産直市場7ファームスマの提供でお送りします。はい、のぶりんの食べごろ7ファームです。このコーナーは神戸市スマックの産直市場7ファームスマから美味しい情報をお送りします。今日はですね、はい、神戸ワインの新酒みのりをご紹介したいと思います。うん、スタジオに届いておりますけれども、この神戸ワインはですね、神戸ワイナリーの自社農園と西区や北区のブドウ畑で育っております、はい。新種実り、ね、どんな風味があるのか、ちょっとね試飲をさせていただきましょうか。あらららら、さわちゃんもね、はい、ワインも大好きですけども、大好きです、やや甘口の白とライトボディの赤やそうですけども、うん、それではいただきましょうか。いただきましょう、はい、まずは、はい、白からいきますか。そうです ね、もう注いでいただいております。はい、香りがいいですね。いいですね。あ、はい、そうですか。乾杯。乾杯、はい、いただきましょ う。すいませんね、これお仕事なんでね。そうなんです。シーンというシーンというやつですから ね黙らないようにね。シーン、いきますよ、はい、いただきます。ほう、すごいね、ブドウのね、はい、香りがするというか、ワインっていうとね、やっぱちょっとアルコールの方が強く感じますけども、ブドウの風味がね、あるね、すごい口の中に広がって深みがありますね、ブドウの、ね、ちょっと甘みがありまして、うん、女性の方なんか、あ、もう付き合わ、こういう味、こういうの好きなん違う、こういうの好き、ね、美味しい。もう一口、うん、うん、うん、美味しいですね。美味しいですね、これ新酒、ね、うん、へえ。それと今度赤、はい、赤をね、赤もいただきます、ね、赤もじゃあ乾杯。うわ、綺麗な色してますね。色が綺麗、本当綺麗ですね。ライトボディという言葉ですね。ちょっと軽めの、そうですね、赤ですか、はい、ですね、ええ、それではいただきましょう。いただいてみましょう、うん、うん、
おお。ああ、ちょっとあのこの、うん、なんていうんですか、ブドウのあの担任の先生が、ええ、担任の先生じゃなくて担任ね、担任がね担任ね、担任がこうちょっと口の中にあって、ええ、はあ、なんか本当にあの色が綺麗なんですけど、ガーネットのようなね、可愛い色合いですね。で、あの、うん、こう口残りのいい渋みっていうか、はい、それがすごく口の中に広がりますね、はい、この赤は果実味豊かなメルロー。メルローなんです、はい、僕はノブロー、あ、ノブローですけど、ノブローがメルローを飲んで、ノブローメルロー飲んでて美味しいですね。あのなんか新酒ですから、こう、はい、口当たりがすごくこう柔らかいですね。でね、あ、なんていうかね、爽やかなやっぱり風味です ね。でちょっと渋みもあって、うん、うわ、これ白はさっきのはね、うん、シャルドネリースリング、うん、シナノリースリングを使っているということです。へー、ブドウのね種類ですね。そうですか、うん、これあのワイン用のブドウを栽培されて30年を超えたそうで、あ、もうそんななりますか。もうね、ワイン作りとしてはもうすごい、もう皆さんのプロフェッショナルなね方ばっかりなんでしょうね。やっぱりそのあのブドウの木もね、うん、やっぱりその育てたばっかりよりも、はい、多分こう年月重ねた方が美味しいブドウができてきてると思いますし、はい、だからあのやっぱりこの神戸ワインのブドウもね、はい、旨味と香りが増してきたそうです。はい、ああ、そうですか。うん、毎年このねラベルのデザインが変わるんですよね。そうそうそうなの。あ、今年のはねまた可愛いわ、うんうん、なんか音楽の妖精みたいな子がね、あ、本当ね、なんだろうな、うん、クラリネットみたいな感じのなんか音楽の楽器を演奏しながら飛んでるみたいな感じの、はいはい、それ下にある建物はですか、うんうん、神戸ワイナリーの、あ、そうかな、うん、農園の、そうかもね、ね、感じですね。みのりのねこちらの白の方は、うん、こう横笛を吹いてるような感じ。あ、なんか本当妖精やね。うん、かわいいねこれね。はい、皆さんもぜひお楽しみください。今日はですね神戸ワインの新酒みのりをご紹介しました。ではもう一度乾杯、はい、乾杯で、はい、いただきましょう。いただきます。うん、ああ、美味しい、美味しいですね。ごちそうさまでした。ではここでお知らせもご紹介しましょう。ナナファームスマの魅力の一つに店頭販売があります。活気があっていいんですよね。あさって25日日曜日は芝生広場の特設テント、愛媛マルシェエトセトラさんの旬の愛媛の野菜が登場します。野菜ですか、はい、いいね、愛媛野菜の生産者ならではの食べ方も教えてくださると思いますので、ぜひ聞いてみてくださいね。ナナファームスマでは毎月29日にナナ福の市を開催しています。ナナ全店のレシート合計2000円で豪華商品が当たるガラポン抽選に参加できます。特賞はなんと丹波の、うん、白米、10キロ、お米10キロ、10キロですよ。いいね、はい、ぜひレシートを集めて7福の1に参加してください。はい、いろんな催しも行われている7ファームでございます。さあ来週はどんな美味しいものが登場するんでしょうか。来週も楽しみですね。のぶりんの食べごろ7ファームでした。私は今7ファーム妻にいます。こちらの方にお伺いしましょう。ここは野菜も魚も新鮮でお肉も美味しくて、もう他のお店では浅見野菜入荷しました。うわ、こんなん答えてられへんわ。兵庫産直市場ナナファームスマ。このコーナーは産直市場ナナファームスマの提供でお送りしました。原田信郎のびのび金曜日。はい、岡山県の森のどんぐりさんからもらいました、ね、岡山からありがとうございます、はい、女性の方です、はい、ウォーキングの時大きなどんぐりを踏んで転びそうになりました。あら、あ、どんぐりでも大きいやつあるわ。あるね、栗ぐらいの。そんなに大きいのある？あれはどんぐりじゃないのかな。栗かな。栗かな。栗かな。
でも大きいのがね、うん、ちょうど真ん中ぐらいに踏んだらバランス崩すっていうか、そうなんよ、平らなとこやったらいいんだけど、うん、ちょっとね、あの傾斜があって、ね、下り坂とかやったら余計に怖いね、うん、ほんまやね。そうですか、怪我なかったんですかね、うん、大丈夫だったのかな、うん、なんかこうねじったりするのも痛いよね、こうくじく、なんかちょっとねじって痛い時ある。そうなんよ、そうなんよ、あるあるある、うん、まあ山歩きとかね、そうですね、そういうところで歩いてるとよくありますけれどもね、気をつけてください、ね、はい、それからですね、こちらの方行きましょうね。花水木さん、はい、イボ群の方ですね、うん、いいお天気が続きますねと、先日結婚披露宴のことですが、主人が新郎の父の立場で代表で挨拶することになっていましたが、うん、詰まってしまったり言ってはいけないことを発したりどうやら頭が真っ白になったようです、うん、私はハラハラドキドキでほんの数分でしたが穴があったら入りたかったです。緊張するのは分かりますが、あれだけ練習したのにどこに行ったのかしら。ちょっと待って、新郎の父の立場っていうことは、ええ、息子さんが結婚したってことよね。そうですよそっか、いやそれは余計に緊張しますよね。でも練習してもそうなるもんなんね。なりますよね。ああそうか、それはもう本当にね。えまた次の結婚式の時に、まあ、娘さん、あでも娘さんだとしないよね。しないしない。息子さんがともう一人いたらね、そうですよ、リベンジもできるかも。いやでも分かってくれますよ、お父さんはね、一生懸命やらはったんやなって、それは分かってくれます。そうね、うん、会場の方もね。そうですよ、うん、はい、おめでとうございました。おめでとうございました。青山舞でおなじみの栗山米国がお送りするラジオ関西天気情報です。はい、近畿各地今日は晴れます。明日は午前中は晴れますが、気圧の谷が近づくため午後は徐々に雲が広がって、夜は北部を中心に雨が降るところがありそうです。はい、で今出ている注意報ですが、乾燥注意報が兵庫県の南部と大阪府に、波浪注意報が和歌山県の南部に出ています。で向こう1週間ですけれども、近畿各地期間の初めは高気圧に覆われて概ね晴れますが、その後は気圧の谷や湿った気流の影響で雲が広がりやすく雨の降る日があるでしょう。うん、曇り一時雨の予報が出ているのは今のところ27日、うん、と見られていまして、その前後で多少雲が増えそうですが、大きな崩れはどうやらなさそうですね。はい、で野呂さんが今週和歌山ですか、週末、はい、日曜日あたり行かれるということなんですが、和歌山のその潮岬が比較的近いということで調べてみたんですが、この週末ですけれども雨の心配はほぼありません。あ、そうなんですか。はい、週末ほぼありません。20何日ですか行かれるのは。25、26ですね。25、26日月です。日月ですね。火曜日はちょっと曇り一時雨ですけれども、うん、土曜日、ごめんなさい、日曜日に関しては、晴れですね。はい、ですからそのあたりは多分大丈夫だと思いますね。はい、気温はどうですか。気温はですけれどもね、はい、気温はね、ちょっと待ってください。平年よりも明日は高いんですが、うん、かなり高いところもあるんですが、うん、その後は平年並みか平年よりも低い見込みと。だからやっぱ日曜日から、うん、はい、ちょっと寒く感じる、少し下がってきますね。はい、例えば和歌山市内ですけれどね、これは24日と言いますから明日ですね、明日の朝の気温和歌山14度なんです。お、寒いね。はい、うん、朝の気温がやっぱりそうやって下がってきますから、うん、和歌山でこのくらいの気温ということは大陸だとかね、その他の京阪神のところ、あるいは北部だったらもうちょっと下がるところもあります。そうですね。はい、ただ全体的には平年並みくらい、もしくは平年よりも向こう1週間ですけれども高い日が多いということですね。ただこれちょっと雨が降ったりするとその後冷え込むなんてことも、空気の入れ替わってありますからね。最近ちょっとその夏日とかでちょっと暑いかなって感じてたから、そうなんです、平年並みでもぐっとなんか冷え込む感じがするかもね。僕は、うん、天気が晴れるか雨降るかとかっていうよりも、今温度をねちょっと気にしてるんですよ。はい、そうでないとね、急にこう寒くなるとかね、それ気をつけないとね。そうですね、そうですね、うん、はい、で今日六甲山小学校って山の上にある小学校で、はい、薪ストーブの火入れ式が今日あって、もう今日でしたか。もうストーブに火が入ったんですか。毎年この時期にやるんですけども、ね、で昔ながらのこう火を起こす方法でやるんです。でやって今朝8時半で13度だったって、でやっぱり3度近く低いんですよ山の上はね。そうですか。ですからまあそういうこともあって一足早くと。
ということですね。はい、まあ、風は本当に流行ってますから、秋が深まってくる、深まってきました、ね、はい、はい、ありがとうございました、はい、林アナウンサーでした。盆地特有、朝夕の寒暖差、肥沃な大地で我が子のように大切に育てられたお米、丹波篠山栗山米穀の青山米。ラジオ関西天気情報、青山米でおなじみの栗山米穀がお送りしました。原田信郎のびのび金曜日。いやー、一番いい季節ですよね。そうですね、本当にもうちょっとなるとね、うん、今度こう冷たい風が吹いてくるでしょ。信郎さん本当寒いの嫌いやからね。そうなんですよ。沢ちゃんはどうですか。ダメです。沢ちゃんもダメ。ダメなんやけどスキーには行きたいのよ。はあ。街の寒いのは嫌い。街の寒いの嫌い。山の雪は好き。山の雪は好き、うん、まあ、そりゃそうやろうね、まあ今でも本当に美味しいものがたくさんあるからね。そうですね、サンマのね、サンマのお刺身とかうまい。あ、美味しいですね。今日何食べようかなってもう楽しみが出てくるよね。本当ね。今の時期ね。今夜は何かな。UCC のびのびコーヒーブレイク。このコーナーはグッドコーヒースマイル UCC がお送りします。はい。ホットコーヒーを入れてもらいました。はい、ありがとうございます。このコーヒーは UCC ゴールドスペシャルのスペシャルブレンドです。スペブレですね。そうです。いただきます。いただきましょう。美味しいですね。美味しいですね。本当に美味しい。美味しいですね。今の時期ね、本当に温かいものがいいね。そうですね、やっぱりね。うん、今日はあの丼屋さんに行って、はい、冷たいあのお茶を入れてくれはったんですけど、ね、はんはんはん、でびっくりしてね、丼食べるのにね冷たいのってどうなんとかって思って、うん、でこうちょっと飲めなかったんですけど、うんうん、でも食べ終わった後どうしてもお茶欲しいから、すいませんあったかいのないんですか、ありますよって言われて。あんねんそうやったら最初から出してほしかったなと思ったんですけど、今日なんかほらまだあったかいからかな、そうちょっとかね、暑いなって思ってある人が多いかなと思って冷たいの出した、ね、出さないのかな、そうかね、あったかいのか冷たいのかどっちがいいですかって一言聞いてくれたらいいんだけどね。そうやね、うん、こうやってホットコーヒーはね、はい、いいですよね。すごいやっぱコーヒーの香りをね、やっぱりこうね、うん、本当に香りがいいし、はい、ブレンドってねよくあの、うん、なんかこう適当にこう混ぜてあるのかなじゃなくてちゃんと混ぜてあるんだよね。これ一番なんか美味しさが引き立つようにね、うん、やっぱりね。それからよく定番のね、うん、そこのお店の定番のものとかでもスペシャル、特にこれはスペシャルブレンドですから、ね、そうですよ、スペシャルですからね。美味しいですね。美味しいです。神戸は北区のラジオネーム水玉のリボンさんからね、はい、お便りいただいておりますね。こんにちは。こんにちは。のぶりん、さわちゃんはくじ引きでは最初に掴んだものを引きますか、それと迷う方ですか。昨日のドラフト会議では、金本監督がですね最初に掴んだのをやめて掴み直したそうですが、うん、それが結果的には当たりだったんですね。私だったらごちゃごちゃに混ぜてどれにしようか最後まで迷う方ですが、結局は外れが多いです。苦心はよくありません。そうですね、女の人って結構迷いますよね。あの何を食べるって言ってメニューを見てても、うん、迷う時あるね。もうまだまだ迷ってんのっていうのが女の人多いですよね。迷いますよ結構。それなんで特にあの後悔するのが嫌なの。いやこれも美味しそうやし、いやいやでもこっちのもいいしっていう、うん、特にこう
ランチのセットとかだと、もうそれだけじゃないですか。夜例えば居酒屋に行くんやったら、これも食べて、あれも食べて、これも食べられるけど、例えば定食屋さんにランチに行きました。A か B か C か。A か B か C がある。だいたい A はね、その日の日替わり定食。例えば丼や。B は魚。魚。C は肉。肉か。さてこれどうしたもんや言うて。くじ引きの方はどうですか、迷う方ですか。私はさっきの方の言い方をすると、うん、ぐじゃぐじゃって混ぜて、うん、パッて手に取ったやつを取ります。おでもなんか一回混ぜたい、あ混ぜたい混ぜたい混ぜたい、人が混ぜたやつじゃなくて、うん、なんとなく混ぜたい。あれ不思議と混ぜますよね、混ぜたくなりますよね。あのよくイベントでね、あの、はい、プレゼントが当たる抽選会とかってやるじゃないですか。僕その司会とかやるときにその箱を持ってるんですけども、もうその箱の中はもう混ざってる状態じゃないですか。混ざってるんですね。基本混ざってるんです。そこから混ぜるっていうのはなんで混ぜるのかなと思って、もう混ざってるのにそこにパッと入れて取ったらいいんちゃうの、うん、そうやね、そうなんやけど、うん、自分で混ぜたいね、自分が主導権を握りたいわけね。そうなの混ぜてもいい時はね。そうやね。信郎さんはどうですか、くじ運っていうのは。くじ運ですか、あのね、よくゴルフのコンペとかで飛び賞ってあるんですよ。はい、わかります、うん、だから1位とか2位とか3位じゃなくて、1位からね10位ぐらいまでベスト10は全部賞品があるんですよ、うん、だいたいね全部ね、9位も8位も7位も、うん、6位もとかってあるんですけど、だいたいその10位を越すと5飛びって言って、例えば15位の人とかね、から20位の人とか、25位の人とか30位の人とかは賞があるんです、はいはい、それ以外は29位も28位も、ね、17位も、ね、36位もないんですよ。ないねんね。ないね。5かそのジャストのゼロか。ああそっか。そういうのにピタってね、よーなんかもらえるわ商品が。すごい。そういうのっていうのはどういうんだろう、くじ運っていうのかな。まあ自分ではくじは引きませんけど、そういうのになんかもらって帰る。あらまあすごい。当日賞とかね。何ですか。例えば23日で中途半端じゃないですか。はいはい。23位になってたりね。当日賞自転車とかね。そんなんはもらう。だからもう周りの人がなんか持って帰るな、やっぱり芸能人はってこれな、芸能人ってなんかくじ運がええように思われてるのかな。なんかやっぱりその持ってるっていうのはあると思いますよね。やっぱり運っていうか引きつけるものみたいな。あ、運はあるかもわからないな、ね。それはやっぱり一般のものは。あ、それはくじの時でもその運が。そう運を持ってはるわって思うわやっぱり。でもそこで使いたくないなっていう時もあるけどね。ね、どんな時に使いたいんですか。仕事で。なるほどね。そりゃそうです ね。確かにね、うん、そこでね、はい、ゴルフボールが当たったとかって言って、いやーよく当たりましたねとかって、ここで使ったかとかって思うんですけど、でももっともっと大きなね、運が持ってるんやって自分で思わないとね。そうですね、これで使ってしまったとかって思ったらもうなくなるから、ね、そうなくなってまうから、だからもう余るほどの運があると思ってないと。ほんまやね、ね、はい、ということで、監督、金本監督はあれですね、はい、初仕事をやりましたね。やっぱりだからこういうのを聞くと持ってはるなっていうね、持ってますよ ね。でいいですね、あのなんか真中監督とね、あの欲しかった選手が、真中さんがやったーって言うたから、ああかんかったやなと思って、中開けへんかったね。そう面白いよね。あれもほんと分かりにくいね、本当の白紙にしとけばいいのに、ハンコだけポンと押してあんだよね。で、真中さんはそのハンコが押してあったから、当たりやって思ったよね。ほんまに。ほんで、また金本さんも見たらいいのに。開けへんねんね、あれ。開けへんねんな、隣の人がやったって言ったから、ああ、俺分かんねんな、やの。そら、ね、丸か×かやもん。せやけど、なんとなく見るような気するんですけど、見ないもんですね。見ひんねんな。で、真中さんも、うん、頑張ろうねとか、一緒に頑張ろうとかって言って、
そこまで言ってんのに、実はあの阪神の阪神にあの金本さんの方が決まりですって言われて、あれはちょっとね。いやね、だからもっと分かりやすくした方がいいね。分かりやすく。外れとか。外れって書いとかなあかん。罰とかね。罰とか外れとかね、うん。当たりとかって。それ初めて見たらね、そう思いますよね。分からへんやんそんなの。はい。三木市のちいちゃんからいただきましたね。はい、こんにちは。今日もいい天気ですね、うん。最近手肌の乾燥が気になっています。はい。最近やっていることは、手にクリームを塗って、うん、手袋をして寝ます。ほう。次の日もサラサラです。でも途中で脱いでいる時があります。うん、知らま、ね、手袋を取ってしまってんのね。主婦にとってはこれから嫌な季節ですね。カサカサになり、手が荒れて痛くなるので、沢さん何か気をつけてることはありますか？私もその手袋作戦、うん、やったことあるんですけど、うん、絶対取ってんねん。知らん間に取ってんのあれ。そうで、多分早いうちに取ってんねん。もう寝てすぐ、寝てすぐぐらいの時、気持ち悪いんやろうね、なんとなく。なんか寝にくいなっていう感じ、なんか取ってんのね、うん、だからそれはもうダメだということが私は分かった。分かって、自分には合わないな、自分にはダメだっていうことが分かり、分かる。でもね、すごく乾燥するんですよ。はあ、やっぱ水仕事を好きなんで、あ、ついついやっちゃうんでね、うんうんうん、だからクリームやっぱ塗るようにしてます。あ、そうでしょうね、うん、女の人は特にね。そうなんだってね、もう冬になって本当にパッカーン割れてね、うん、痛いね。痛いな。あれなんでパッカーンって割れんのやろ。乾燥してるからね。あんな、でもほんまにこうスイカがパッカーンって割れるみたいになんでこの指割れんのって毎年思う。あ、いつもこう保湿ってね、しとかなあかんねんね。けどそれも難しいですよ。うん、そうね、うん。まあそこをね、努力を惜しまぬ努力がやっぱり美しい肌、美しい女性を作っていくわけじゃないですか。そうか、努力を怠っておりました。怠ってはいけません。わかりました。いくつになっても女性でいてください。頑張ります。はい。はい、ちーちゃんも一緒に頑張りましょう。じゃあちーちゃんと今週水玉のリボンさんに UCC ゴールドスペシャルのスペシャルブレンド、リッチブレンド、モカブレンドをセットにしてお送りします。このコーナーはグッドコーヒースマイル UCC がお送りしました。原田信郎のびのび金曜日。こちらのびのび広報室、世界中のいろんな場所からいろんなお客様をお迎えするコーナーです。はい、今日のお客様はエポさんです。こんにちは、エポです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰、六無沙汰、七無沙汰しております。本当にですね。いやー、エポさんはなんと35周年。そうなんです、あっという間ですね。おめでとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。35年っていうのは、はい、そんな前になりますかね。そんな前になるんですね。あっという間ですけど。あっという間ですね。はい。どうですか、お気持ちは。あのね、なんか私、いろんな音楽の旅をしてきたんですよね。はい、で、まあ、ポップスをやってたのって、正味8年ぐらいで、うん、デビューからね、元気なイメージでやってたの8年ぐらいで、はい、それからは、ちょっとこう、割と自分の内面を歌う、静かなタッチのエポの時代を迎えて、それで40歳になる頃にアクアノームっていう少しコンテンポラリーな感じのエポにまた変わっていったんですね。で、それから15年目にして久しぶりに元気な楽しい世界をやろうかなと思い始めて、はい、今回新しいアルバム愛をラブイズオンをリリースしました。うわー、9月の16日。はい、そうです、ね、はい、愛よ Love is on っていうね、はい、うわ、でもなんか本当にオーラがねずっとある方ですよね。 ありがとうございますね。最近沖縄に住んである。そうなんですよ、沖縄ぜひね、ついこの間、ね、宮古の方もいらしたって言ってましたけど。そうなんですよ、宮古島にね行くときに神戸空港から、はい、とりあえずこの番組が終わってから行ったんですよ、はい、だからとりあえずもういきなり宮古に行く飛行機がなかったんで那覇空港で、はい、
降りて、ええ、那覇で一泊して、まあ、それもいいんですよ ね、いいですよ離島の前に、はいはい、で、アシビウナっていうあの、はい、なんかね、アウトレットショップのあるとこですか。あ、その近くで、うん、あのね、守礼の門の近くでした。守礼の門の近く、あ、そうですか、はい、はいはいはい。そこで沖縄料理を食べてね。あ、本当にですか。庭先でね、食べられるんですよ。縁側みたいなところで。へえ、なんか沖縄っぽいですね、うん、そういうのね。でね、この庭がね、京都の庭園みたいにね。こうなんかぐるーんってこう輪がいくつもあるような感じで渦が巻いてるような砂をこう何ですか、こうギューってこう描いたような感じで、はいはい、そこの前でね、いいですね。沖縄料理をいつでも食べられるんじゃないですか。そうですね、私ね本当になんか最初沖縄行ったのってもう30、本当36年ぐらい前なんですけど、それでその時に、あ、それはまあ仕事とか旅行で行ったんです、ね、もう遊びで行って、はい、もうなんかそれからちょっとずっと縁があって、まあ、いつ住んでもいいかなっていう感じでいたんですけどね、震災の年にちょっとうちの両親を沖縄に疎開させなくてはいけなくて、はい、親と一緒に1ヶ月暮らす練習をしたんですね、はい、でそしたらなんかまあ友達ももともとたくさん向こうにいたので、割と自然に住んでしまったんですね。はあ、なんかやっぱりああいう自然がたくさんあるというか、海があってとかっていう、そういうのが魅力なんですか、はい、沖縄の。あのですね、まあ、それも一番の魅力ですけど、やっぱり人がすごく素晴らしいっていうのもあって、あと最初の1年はね、本当に私たち市場の近くに住んでたんです、アパートを借りて、はい、全然その急に本当に疎開しちゃったので、うん、家財道具が全然なかったから、はい、まあ、しばらく揃うまで市場の入り口なのでね、うん、本当に買い物かご下げて食べるものだけ、もうお魚だの、うん、お野菜だの、本当に食べるものだけ買ってきて、もうクーラーボックスに食材を入れてみたいな、私シンプルな暮らしをしてたんですけど、でもね、その、まあ、私たちが住んでたアパートは、うん、全部家族が住んでたんですね。はい、お父さん、お母さん、娘さんたち、3、4世帯かな。全員家族が住んでるとこで、まあ、私たちの友達の持っているアパートだったんだけど、はい、もう大変ですよ、毎日。いるって言いながらドアガーンって開けて、はい、魚、はい、肉、はい、食器、セット全部一式とか。ね、そういうなんていうんですかね、助け合いというか、沖縄ではゆいまるって言うんですけども、そういう家族にすごくサポートされてね、1ヶ月楽しかったですね、はい、そうで今回こちらに来はったのも、それまでは沖縄にはった、今日も沖縄から来ました。そうですよ、沖縄から来ました。あら、はい、そうですか。早いですね、でも1時間ちょっとですもんね。そうですよね、はい、はい、でも憧れですよね、沖縄に住むっていうのはね、本当にですね。でもやってみれば、やってしまえば、なんていうんですかね、その住まいがそこになっただけで、こうやって1時間ちょっとでこっちに来れるし、東京に行くのともそんなに変わらないしね。いろんな曲とか、はい、なんかそういう音楽のことを考えるのにもいいんでしょ、沖縄って。そうですね、私はねすごく好きですね。大体今回のアルバムも、まあ、一般的に言うと自宅録音と言っていいんですかね、音のベーシックなプログラミングは全部うちでやって、はい、で生楽器でもう一度こう入れ直すものはスタジオに入ってという、すごい効率のいいレコーディングの仕方したんですけど、大体夕方の5時ぐらいまでその音楽の制作をした後に、もうそのまま海に行って泳いで、5時ぐらいからじゃないと泳げないんですよ。もう日差しが強すぎちゃって、暑くてということですか。暑くてもう7時ぐらいまでカンカン照りですからね、5時ぐらいに仕事終わって海行って、そのまま隣にお風呂屋さんがあるんですけど、そこで、うん、そこの温泉で塩を落として、それから晩ご飯みたいな、なんかそういう、いいでしょ、いい、もういいんですよ、素晴らしいんですよ、すごいね、すごい、なんかそれはいい曲もいっぱいできたでしょうね。そうなんですよね、本当にいい曲がこのアルバムにいっぱい入っててね、おかげさまでなんか楽しく暮らしているその生活の中から愛に関するストーリーをね、うん、皆さんにお届けしています、今回は。あ、そうですか、はい、ちょっと早速ですけども一曲、はい、聞いてみたいと思いますが、はい、曲紹介をお願いできますか。はい、それではアルバムの一番最初に入ってる曲なんですけども、もう一度恋をしてみようかな。
いや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 、あのやっぱりあのうふふふってねえ、うん、あの時の声が、ま、ああうーふの声やっていう感じですよね。本当に全然変わりなくて、ありがとうございます。うーふからだいぶなりなりますよ。もうさ、だから32年ぐらいになるんじゃないですか。あのうーふから、そう、80あれは82年ぐらいのリリースじゃなかったかなと思うんですけど、30わお、いや全然そんなねおばさんなんか全然なってないしね。めっちゃ綺麗よね。そうですよ、もうね、年齢なりにですよ、ね、いやねえ、ほんとで、これあのアルバムの作詞作曲とかアレンジもプロデュースも全部エポさんがやるんですね、はい、そうなんですよね。予算がねあんまりかけられないのでね。全部あの金井製紙工業でやりますね。はい、でももう一度恋をしてみようかなって、はい、いいですね。やっぱりこの年齢やからまたね、また歌える歌ですよね。なんかね、うん、やっぱり私思うんですけど、あの結婚してね、一番感じたことは誰かと一緒にいるっていうことっていうのが、うん、すごくに生活のなんか楽しみを増やすなっていうのを実感したんですね、うん、ずっと私も一人でいた時期長かったんですけど、うん、まあ、例えば海に一緒に泳ぎに行くとか、はい、あのご飯食べるのも誰かと一緒にお酒飲んだりね、うん、おいしいお料理一緒に作って食べるとか、うん、やっぱり楽しいなと、私ずっと一人でいいなと思ってたんですよ。あら本当に、それがねある時、うん、やっぱりなんか出会いがありまして、結婚したんですけど、結婚してやっぱりすごく良かったなと思って、だからなんかまあ誰かといてほしい、本当になんか人はその方がいいなってすごく思う。すごい、だからこう愛よ Love is on っていうこのタイトルからして本当にこう今本当に幸せなんやろなっていう感じがね、はい、そうですね、うん、まあ、11曲目の曲なんか毎日がバカンスってか、そうそう、これはもう本当にあの沖縄に暮らしてならではのなんかこう楽しみ方が日常の、まあ、仕事の中に入ってるっていう。だけどね、多分私はどこにいてもあのバカンスを作り出すのは結構得意かなと思ってるんですよ。なんか意外と、そうそうそう、ホテルの中に旅をしてね、うん、ホテルの中にいても、うん、意外とその中でこう自分なりのバカンスを作り出すのは割と得意かも、うん、へえ、うん、いいな、ね、あの自分の部屋から海が見えるんですか、はい、見えます。わ、ちょっとね、ちょこっとですけど見えますよ。憧れますね、そういう生活。本当にいいね、本当に。ぜひ皆さんもね、このアルバム聴いてみてください。はい、はい、ライブとかは、はい、あのね、関西がねこの間ちょっと終わってしまったばっかりで、うん、また何かね、私もう一つアクアノームっていう、もうなんていうんですかね、コンテンポラリーなエポの世界もやってるんで、はい、そちらのユニットでも来たいし、うん、まあ、東京で、組んだバンドが、まあ、最初に私がレコーディングでお願いした素晴らしいレジェンドたちがいっぱい協力してくれたんですけど、うん、そういうメンバーともいつかね関西の方に来たいなと思ってるんで、その時はまたよろしくお願いします、ね、で今退去ライブとかお寺とか病院とかホスピスとか、はい、そういうところで非常にこうユニークな音楽活動をされてるっていう、ね、はい、そうですね、なんかファンクラブに入られてる方が割とこうそういうあの医療関係の仕事をされてる方結構いて、でなかなかねあのお仕事場から離れられないっていうんで、ぜひうちの病院に来てくださいとか、ぜひうちのお寺に来てくださいとか、あのまあそのプライベートライブで企画されたものも割とオープンに受けているので、まあ、もしね番組聞かれてる方でうちのお寺に来てくださいとかいう方いたらもう喜んで。あ、そうなんですか、はい、それはどこに連絡したらいいんですか。ホームページの方にですね、はい、あのオフィスエポニカという窓口があるんですね、はい、あのそこでプライベートライブの受付もしていますので、はい、お気軽にあのお問い合わせください、だからもう最初デビューの頃はね、そうやってお寺とか言われて、お寺でってね、そうですよね、なんか病院ってどうしてやるの、うん、私がそんなところでできるんだろうかっていう感じでしたけど、うん、もう何でもできるでしょ今。今もうどこでも大丈夫ですね。あのそう沖縄もそうですね、なんかね道、あの大道芸で、あの道が音楽やお芝居をやる人に解放される日があったんですよ、うん、でそこも5年通いましたかね、道であの投げ銭ライブやりましたね。へえ、超楽しいですよ、もうドル札とか入ってくる。
そう。それで。びっくりするでしょ、みんな、ええ、ぽやって言ったら。そうですね。でも、まあ、地元のミュージシャンなんかと一緒にコラボしたりもする、してですね。なんか、その、投げ銭でとにかく食べて宿泊するっていう、うん、そのフィールドワークを。でも結構どのくらい持って帰れたかな、なんか2、3万は1人、飛行機代とかホテル代も全部ね、抜いてお小遣いになった気がします。2日間ぐらいでね。ああ、そうですか。はい、もう借りましたね。意外と。いや、でも本当楽しんでるね、音楽をね。もう自分のペースでできてるという感じですね。そうですね。それはすごくいいですね。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はラジオを聞きの皆さんに何かメッセージがあったら。はい。はい、またですね、関西の方でもライブやりたいなと思うのと、あとね、まあ、何かお仕事で東京来られる方がいましたら、はい、12月の19日に、東京原宿のクエストホールというところでクリスマスライブ、アクアノームのね、はい、割とホーリーな世界のエポを、うん、聞いていただける機会があるので、ぜひぜひホームページチェックしてください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。エポさんでした。ありがとうございました。原田信郎のびのび金曜日。さあ今日は京都にあるファーマフーズの総合研究所から研究員の高さんにお話をお伺いします。高さん。研究員の高です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ファーマフーズの研究所といえば新成分アイハが開発された研究所ですよね。はい。コウさんには何度もこの番組にお越しいただいてますよね。そうですね。はい。まずはですね、これまでのお話からアイハを簡単におさらいしますと、アイハは卵から発見された軟骨を増やす世界初の新成分で、節々に役立つと、新聞記事になるほど今注目されています。研究所はどんなところですか？場所としては京都大学の、すぐ隣にありましてですね、まあ、京都市の西側の桂というところなんですが、そのあたりがちょっと高台になってまして、比叡山とか京都タワーとかですね、京都市内が一望できるんですね。まあ、研究するにはいい環境かなと思います。ああ、そうですか。研究所ではやっぱり白衣を着てらっしゃるんですか？そうですね。実験するときは白衣ですね。前に地元ラジオ局のアナウンサーの方が取材に来られまして、せっかくなので実験を体験していただいたんですが、その時ももちろん白衣を着ていただいたんですよ。ちなみに研究ってどんなイメージがありますか？そうですよね。フラスコとかビーカーとか、そういう試験管とかずらーっと並んでてね、なんかそんな振ったりしてこうなんかやったりとか、顕微鏡を覗いてこうなんか測って貼ったりとか、なるほど、確かにそういうことをしますね。で、まあ、他にも例えば一滴ほどの液体から遺伝子を分析してみたりとか、あと細胞に成分を添加して培養するとかですね、まあ、いろんな実験をしてるんですね。でアイハの研究については卵からなぜヒヨコが生まれるかという疑問から始まったんですね。卵にはへそ脳もないのにただ温めるだけでヒヨコが生まれてきて、でしかも生まれてすぐ自分の足で歩けるんですよね。まあ、言われてみればね、人間の赤ちゃんでは無理ですよね。そうなんですね。つまり卵にはそのヒヨコの各部分を生み出す成分があって、そこには当然関節や軟骨を作り出す特殊な成分もあるんですね。でこの力を人間にも役立てようと長年研究しまして、卵黄から軟骨を増やすアイハという成分を発見したんです。これが世界初の成分でして、学会でも発表しました。世界初はすごいですよね。これが節々に役立つわけですね。はい、節々が辛くなる原因としては主に軟骨なんですね。で軟骨というのは節々のクッションなんですが、これがすり減ってしまうと階段とか正座が辛くなってくるんですね。で対策としては運動とか専門の先生に見てもらうとかあるんですけれども、それって軟骨を増やすための方法というわけではないんですよね。で実は私の母もそれで悩んでたんです。悩んでらっしゃったお母様もアイハを飲んでらっしゃるんですよね。はい、最初はこれどうなのかしらねなんて言ってたんですが、調子が良くなりましてありがとうと言われまして、親孝行できてよかったですよね。そうなんです。
でも研究でアイハが食べて役立つっていうのは分かってたんですね。でアイハは軟骨を増やす成分ですので、研究では軟骨細胞に対するアイハの働きを調べたりとか、あと実際に節々に悩む方にアイハを飲んでいただいて変化を調べたりとか、いろんな試験をしたんです。そうなんですか、はい、でも節々といえばグルコサミンも有名ですよね。そうですね、ただグルコサミンはクッションの材料なんですね。でも年齢とともにクッションの生産力自体がどうしても低下してしまいますから、材料の補給だけでは生産の方が難しいんですね。でもアイハは生産力を高めて自力でどんどん生み出せるようにするんです。例えば工場で考えましても、いくら材料がたくさんあっても生産力がないと製品って作れませんよね。確かにね、しっかりクッションを作るにはアイハで生産力を高めるのが大事なんですね。はい。ではアイハを取るには卵を食べたらいいということですか？卵ではダメなんですね。ダメですか？はい。アイハって卵の中で眠った状態にありまして、特殊な方法でスイッチを入れて活性化させないとちゃんと働かないんですね。でしかもその活性化したアイハというのがすごい苦いんですよ、うん、そこで卵サミンというサプリメントも開発したんです。なるほど。あ、これですね。はい。中身はね、小さな錠剤ですね。そうですね。生産力を高めるアイハと材料のグルコサミンなどを濃縮して配合しています。これだけ小さければ簡単に飲めますよね。ええ。これ何粒が目安なんですか？1日3粒で結構です。あ、たった3粒。はい。まあ、それやったらね、毎日続けやすいですよね。ええ。これ評判はどうですか？そうですね、私の母以外にも階段が手すりなしでも平気になったとか、あといつの間にか正座ができるようになったとか、多くの方にご好評です。そうですか。お母様をはじめ大勢の方に喜んでいただけてよかったですね。そうですね。これ節々が元気な時から飲んでもいいんでしょうか？もうぜひ飲んでいただきたいんですよ。今は自覚はなかったとしても、節々は見えないところで年齢を重ねますし、軟骨というのは年月かけて徐々にすり減っていって、である時を境にお悩みが出てくる場合が多いんですね。だからなるべく早い時から飲んでいただくのがおすすめです。やはり対策は早い方がいいんですよね。そうですね、まあ、僕もねずっと元気に歩いて旅行にも出かけたいと思ってるんですよね。でこの卵サミン、お値段はどれぐらいなんでしょうか？約1ヶ月分90粒入りで、通常税込み4104円なんですね。でも今回はせっかくの機会ですので、初めての方には特別に半額以下の税込み1995円、メール便送料210円でご提供します。半額以下ですか？はい。しかもさらにお得な送料無料の特別定期コースもご用意しました。ただ本当に特別割引ですので、必ずラジオ関西ののびのび金曜日を聞いたとお伝えください。では電話番号です。フリーダイヤルの 0120-497-005 0120-497-005。 ファーマフーズの卵基地、受付は夜10時までです。返品とかもっと説明聞いてみたいという方もお気軽にお電話ください。ラジオ関西のびのび金曜日を聞いたといえば、今回は特別に半額以下の税込み1995円、さらにお得な特別定期コースもご用意いただけるそうですよ。お電話は通話料無料の 0120-497-005 0120-497-005。もう一度言いますね。0120-497-005 までお電話ください。つながらないときは後ほどおかけ直しください。コウさん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。原田信郎、のびのび金曜日。はい、さっきラジオカーでね、紹介しました、なにわリバーサイド夜市なんですけども、会場とですね、またまたつながっております。内藤さん。はい、内藤です。さあ、どうですか、そちらは。はい、この後5時からスタートということで、はい、ステージはもちろんなんですが、飲食ブースもね、着々と準備が進んでいますよ。そうですか。
もうたくさんの方もすでに、ね、お客さんの方も、ね、集まっていただいているんですが、飲食ブースだけではなくてちょっと興味深いブースがありますので、はい、このお時間はそのブースからお話を伺いたいと思います。はい、お願いします、はい。中国国家観光局そして中国海南省三亜市のブースにお邪魔しております。お話を伺いますのは中国国家観光局のラさん、そして春秋航空の朱さん、中国海南省三亜市からコウさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずラさん、こちらのブースではどういったことをされるんですか？こちらのブースは中国国家観光局の三亜市と主催のブースで、まあ、中国の観光のイメージは今までは北京、西安などを、歴史的な都市を中心としますけれども、今回の皆様方に中国の新しいリゾート、レジャーと海のところを紹介したいと思いますけれども、三亜市の紹介ということですね。リゾートね、三亜市は中国の一番南の都市で、リゾートのところで、きれいな町ときれいなものが、風土などがいっぱいあります。具体的にブースではどんなことを？そうですね、皆さんがもしお越しになれば、具体的にはその三亜市の関係のあるその皆さんきれいな海のきれいな入浴剤がありますけれども、お風呂に入るときにお使いください。また手をきれいにするウェットティッシュ、などもありますけれども、また上海関係の鏡と、ポポのスティッカーと、また観光の人形のポポをなども用意しております。はいはい、上海のキャラクターのパオパオ君のグッズなども、このブースに来るだけでもらえるということですか？そうですね、ブースに来たらもうみんなワンセットで、差し上げますけども、これかなり豪華なプレゼントですよね。そうですね、ぜひお越しください。また、はい、明日の方でも、明日の方でも午後の方ではね、中国関係の民族楽器の琴の出演もございます。ステージ4時から中国の、ね、琴の演奏もあるということ で、 そうです、はい、でこの演奏の後には抽選会もあるんですよ ね、 すね。朱さん、こちらどういったものが当たるんですか？今回は春秋航空、大阪から中国の上海まで往復航空券ペアでご提供させていただきます。航空券のチケットもらっちゃうんですか？そうです、無料の往復航空券ペアで。すごいですね。そうですね、それ以外には中国国家観光局の方でも皆様方に青銅器の金絵の、も抽選でご提供させていただきます。中国の青銅器、こちらのプレゼントもあるということで、いやこれはかなりすごい抽選会になりそうですけども、この黄さん、三亜市の魅力ってどんなところですか？そうですね、三亜市は年間平均気温が26度で、海もきれいし、深さ30メートルほど見えます。深さ30メートルまで見える。そうです、こちらの会場でもパネルがあったり、あとホームページも拝見したんですが、三亜市って東洋のハワイとも言われるそうですね。そうです、三亜市は東洋のハワイを目指しております。ぜひ三亜市行きましょう。おいしいものもありますか？もちろん。どんなものが？三亜は海南料理メインで、海南料理は中国でも有名なんですけども、はい、特に鶏肉、焼き肉、それでもものすごい美味しいです。お肉も美味しいし、海鮮も美味しいと。そうです、すごいですね。それとですね、買い物も、三亜今できたばかりの世界一大きさの免税店をできております。免税店も大きいのがあると。そうです。では朱さんが思う魅力はどんなところですか？実は三亜はとてもいいところです。中国の一番南のきれいなところ。中国国内今旅行もすごく盛り上がって、やはり私たちに対してはそっちのきれいなホテルリゾートと、シーフード、おいしいシーフードが、それは楽しみしてます。あと、日本人の皆様におすすめしたいのが、素晴らしいゴルフ場がいっぱい集まってます。ゴルフ場、はい、揃ってます。
じゃあぜひ春秋航空でということですよね。そうです。その時はぜひ中国格安 LCC 航空会社春秋航空ご利用くださいませ。今春秋航空は大阪発の路線は中国11都市まで運行しておりますので、あと毎月の9日からホームページで日本円で99円のキャンペーンが実施しています。ぜひご利用くださいませ。はい、ぜひね、こういった三夜市のご紹介もありますので、皆さんこのなにわリバーサイド夜市2015ぜひ足を運んでいただきたいと思います。こちらからは以上です。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。レポーターは内藤朝香さんでした。原田のぶどうのびのび金曜日では皆さんのメッセージをお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西、ファックスの方 078-361-0005、 メールの方はのび @jocr.jp nobi@jocr.jp まで、あなたのおところ、お名前、メッセージを書いてどしどしお寄せください。お待ちしています。のびのびのびりぬのナンバークイズ、数字のクイズです。のぶりん、さわちゃん、どっちが正解に近い答えを出せるでしょうか。応援してくださった方の中から番組特製のクオカードをプレゼントしています。はい、今日のですねリスナー投票結果はさわちゃんが 60% よっしゃ、のぶりんが 400% ということでございますね。計算が合わない、おかしいね、おかしいな。のぶりんは、あ、すいません、 40% でした。どうしたんでしょう。はい、さあそれではですね、今日も出題してくれますのびりぬを呼んでみましょう。六甲さんののびりぬ飛んでこーい。おー、来た、早いな、六甲さんがついた。どうしたののびりぬ。それなんか鈴鹿の F1 レースみたいだった今。でもなんか六甲さんはもうね、気温が13度ぐらいやったって、うん、寒かったよって林さんが言ってはったよ。あ、ほんと林さんいつ来たんやろね、挨拶なかったわ。あ、やっぱりね、そりゃのびりんのに挨拶してからね、六甲さんに上がらんとね。ほんまやね。はい、それでは今日もですね2問できたらやりたいな。やろうやろう。よっしゃ、それでは1問目。はい、秋の夜長やねということで、うん、といえば読書なすけれども、うん、問題いきます。怖い。イギリスの学校の図書室で本を借りたアルバートさんは本を借りたままで卒業してしまいました。あらららら、本を借りたまま、あ、うん、学校のね。はい、うん、でその後お家で本が見つかり本を返しました。うん、それでは問題です。アルバートさんが借りた本は何年後に返却されたでしょうか。なるほど、はは、アルバートさん、うん、バチバチやね。まあこれ、あの、僕もね借りてる本があるんですよ。え、まだ返してないやつが。それはお友達とかじゃなくて。お友達っていうか、あの、今度ラジオの AD さんに借りてたやつが、はい、今でもあるんですけど、返さないとと思ってるんですが。それは何年ぐらい、信郎さんの場合は返さないとと。もう10年ぐらい。それで10年やからね、もっとやね、うん、うんうんうん、もっとでしょうね。もっとやね、もっとやね。分かった、分かったんかいな。分かりました。もう書くよ。もうピンときたもん今日。ピントとかいらんの。うん、今日はいらん。いらん、いらん、いらん。全然いらん。うん。ノブリンも早く返してね。え？ノブリンも早く本返してあげてね。返す、返しますよ。返します。いくつやったん、アルバートさんは。アルバートさんは10代やったね。当時ね。10代やってね。うん。で、今いくつなの？それ言うたら、それ言うたら分かるんちゃう。ああ、そうかそうか。ノブ
答え出るやん。そうかそうか、ほんなら、うん、じゃあもうこれぐらいな。よっしゃ、うん、この倍いっとこ。倍倍さらに倍みたいなあったね。ちょっと待って、ここまでいったらアルバートさんが10代やったんやろ。10代でですね、7080、うん、うん、まあいいか。では80、よし、よし、これでいこう。せーのでドン。サマちゃん78年僕が82年。倍にしたから、うん、倍にしたてはい、82、78、どっちが近いでしょうか。いいとこ来たね。答えは100年。なんでその人いくつなの。いやー、本を返したのはアルバートさんのお孫さんです。あ、アルバートさんが亡くなってから返したんや。そう、屋根裏にあってんて。あ、そういうこともありかいな。そうかそうか、私もアルバートさんが返したと思ったから。そうやね、その辺がヒントやねんね。そうやね、それからね、92、3かなって思ったりとかしてたんや。はあ、僕の勝ちやん。お前や、僕のが近かったね。やられた。それでは僕がですね、当てるということで勝ちっていうことで、この方、倉敷市のピーちゃん、おめでとうございます。番組特製のクオカードをお送りします。はあ、どうですか。でもそれはもう返さはってよかったんですか。返してまた本として読めるようになってんの。そうそう、ここに写真がありますけど。あ、ほんまや、しっかりした本でね。分厚い本やね。あの、刺繍やねんて、ポエトリーやねんて。へえ。返してくれてありがとう言うて図書館の人も言うてはるという方です。お孫さんが屋根裏部屋で埃をかぶった本を発見されてね、うん、手紙と一緒に100年ぶりに返却したと。へえ、すごいね、ほんまやね。はい、それでは2問目いきましょう。いきましょう。はーい、お酒のあては何が好きですか。お酒のあてね、まあそのお酒にもよるけどね。せやね。八代亜紀さんやな。ほんまやね。せやな、パクったイカやな。最近、深海に暮らすダイオウイカがよく水揚げされて話題になっていますね。ごっついイカね。そうね。ダイオウイカは、ごっつい大きいので、大王様の大王と書いて、ダイオウイカと書くのですが。あ、そういうことなのね。そうや、大きいので、たくさんの人が楽しめるスルメになるんじゃないかなと思って、スルメにした人がいます。わあ、それはね、うん、すごい、何人分、あ、何人分取れたでしょうかってこと？それでは問題です。ダイオウイカのスルメは、どれぐらいの値段をつけることができたでしょうか？あ、値段。あ、値段か。あ、そっか、普通スルメやったら1枚。うん、するかな。やつやったら800円ぐらいする1枚。するん違う、ね、それは。するよね。1000円ぐらいすんちゃうのね。するよね、うん、だからダイオウイカやったらいくらかってことやね、うん、はい。ダイオウイカってだいたい普通のスルメイカの何倍ぐらいあるんですか。このダイオウイカは、長さ 3.2メートル、 3.2 重さ70キロです。70キロ。5人がかりでイカをさばき、8日間かけてじっくり乾燥させました。へえ。これは須磨海浜水族園の大鹿さんが考えたことです。あ、大鹿さんか。大鹿さん考えそうやん、あの人。そうか、ほんならそんなに高くないんちゃう。うん、 3.2メートル。うん、そんなになんか大鹿さんやったらびっくりする値段つけへん気がする。展示されているそうです。あ、そうなん。スマスイに、へえ、そうなんやみたいな。でもなんかダイオウイカって確かあんまり美味しくないって聞いたような記憶があんねんけど、スルメにしたら美味しくなるのかな。いやー、どうやろな。刺身とかやったらなんか美味しそうやなさそうな感じやな。
そうやんな、ちょっとな。なんかな、ちょっと、まあ言うたら大味というか、そう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 、ぷよぷよしてそう。甘みもなく。そうやんな。ただボヨンボヨンしてるっていう感じ、うん、でも干したら何でも味が凝縮して美味しくなるやろ。美味しくなるの。でこれ何を答えになった。値段。値段ね。それ誰がつけはった値段の。大塚さん。せやろ、スマスイの大塚さんが値段つけた。大塚さんがつけたんやから、うん、分かりやすい値段やで。これは大塚さん、サワちゃんタイプや言うとた言うてたな言うてた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 、うん、いくらかな、うん、はい、もう書いたの。書いたよ。はい、いくよ。はい、せーのでドン。さわちゃん1万円、僕は3万2千円。なんで 3.2 メートルやからねそうきたそうきたよ、そうきた、うん、はい、3万2000円か1万円かどっちが近いでしょうか。答えは30万円高いな。結構高つけるんよね、大塚さん、あ、そう。まあ一匹としての値打ちみたいな感じ。あ、これ写真があるけども、うわ結構いけそうやんか。なんか足のところは美味しそうやね。足のとこな、うん、え、あと1分しかない。あと1分、はい。信郎さん正解やわ。2連勝じゃん。よっしゃ、あんな、この人、宇治市のどら焼きマンさん、おめでとうございます。クオカードを差し上げます。はい、では文明堂大賞のプレゼント当選者です。尼崎市のラジオネームひまわりさん、愛知県のラジオネーム小太りじいさんにお届けいたします。お届けには時間がかかる場合もあるかもしれませんが、待っててください。おめでとうございました。おめでとうございます。わこれスマスイで、うん、みんなで食べようや。みんなでなんかこうお酒を1000円ずつ集めてやな。あ、ほんまやね。1000円ずつ集めたら何本、うん、何本、何、300人。300人やね。300人いるのか。で日本酒持ってってみんなでやらへん。スルメでいっぱいそうそうそう、ダイオウイカスルメでいっぱい。はい、お別れです。ノブロウとさあともかでした。また来週、さよなら。さよなら。歴史ある街並みが博覧会会場に。10月24日25日は加西市北条の宿博覧会開催。当日は2日間だけの映画館、住吉座での上映会やハロウィンパレード、加西の先の新販売、ラジオ関西の公開生放送など盛りだくさん。ぜひ加西市北条の宿博覧会お越しください。